なんか来たぞ。なんか来たぞ。来たか。ついに初人狼来たわ。シャライエ。おめでとうございます。あなたたち3人は人狼でございます。ビデオの開始、マイクのミュート解除、お願いいたします。はい。だね、キラさん、シュガタンさん、シュラモさん、あなたたち3人、人狼となりました。初日から作戦会議を行うことができます。1分間、話し合いをしてください。どうぞ。よいしょ。お願いします。お願いします。お願いします。ウィス狼後ろに宿しました。村多分強いっすよ、結構ですね、これ強そうっすね、うん、まあなんか小手から仕掛けます、やりますか。お、何したらいいですか。誰か初手ロケット占い仕様でもします。もう最初から信用勝負狙いで、ほう、もう絶対対抗が噛まないで信用勝負させるっていう。なるほど、それを誰がやるかって話ですね。うん、自信がなかったら普通にやりましょう。自信はないですけど。自信ないですか。なるほど。できんことはないです。できんことはないけど自信はないですよ。オッケーです。やりましょうか。俺はやらないんで。まあ、逃げた。逃げた。すげえ悪い逃げ方した。うん。お二人がやれそうだったら、でやれなさそうだったらそのまま潜伏しましょう。オッケーです。適当じゃない、はい、じゃあ頑張ってくださいね。ドロシーさん、俺ちょっとトイレ行ってきていいですかね。あ、いいよいいよ、行ってきて。DM で返すんで戻ったら。はい、それでお願いします。はい、いってらっしゃい。じゃあミュートとビデオオフだけお願いします。はい、はい、頑張ってください。やばいな。ちょけ、人狼です。だよ、相方。まだ今コメント見といていいか。それ設定間違えてやられると大丈夫よ、さすがに。相方かわいそう、そんなことはね。まあやりますか、普通に。多分ね、ぶっちゃけね、僕は盤面圧迫した方が強いと思ってるタイプの人種やから、出ても問題はないと思うんですよね。だから別に僕の進行通りに行くなら出てもいいんすよ。噛まれたら、ただ噛まれたら噛まれた時の事件が発生すんねんな。そやね、普通に考えてさ、噛まれました。大丈夫、背景は大丈夫、一応確認した。これ大丈夫やろ。 OK、 完璧。じゃあコメント再紹介します。また後で見てください。コメント後で見ますんでお願いします。ぶっちゃけね、いや出てもいいと思うよ。別にこの歴で絶対潜伏ってルールじゃないから。歌で一緒に出ようぜ。占い4しようやろうぜ。それクソ面白いけどな。占い5しようとかクソもろいけど、ロラスリア勝ち。まだ離席されてる方いらっしゃいますが、一旦ちょっとお名前の変更必要な箇所ございますので先に通させていただきました。まあ、もう少々お待ちくださいませ。初日に釣られて黒結果見えた場合でも、それって白先が変に怪しまれるだけで、むしろ占い師を炙り出す方法にはなるから、ありっちゃありなんよね。ただしこの場合絶対霊媒廉価が確定するけど。
霊媒師の連神が確定して霊媒師の連が確定するな。これは初日城を確実にするっていうのが条件に。すみません、ちょっと読み逃していたのですが、ちょっとディスコードのチャットで決戦投票されたいという方がいらっしゃるんですが、そちらで変更しても大丈夫ですか？うん、あ、それいいと思います。それはそれで、あ、大丈夫ですか、うん、すみません、ありがとうございます。であればどうしようかな、リアクション。じゃあ09917のお部屋ちょっとお借りしますね。部屋9の部屋貼ってくださってるところに、はいはいはい、今ちょっと防線引きますが、はい、そちらの方にのチャンネルに投票という形で変更させていただきます。ちょっと対応遅くなり大変失礼いたしました。人狼初手占い師を、まあ、やるとしたら俺やな。歌ねきは多分やらなそう、しがたもやらんってなったら多分僕がやることになるんでしょうね。お戻りになっている方教えてください。ディスコの個人に教えてください。お、いますと送ってくださってる方いらっしゃいます。ありがとうございます。全員よし。すいません、ちょっと長くかかりそうなんで、ちょっと雑談しちゃってて大丈夫です。雑談するか、もう少々お待ちください。ちょっとご本人様からご連絡ありましたので。雑談したらでも誰がどうぞ雑談タイム、雑談したら、雑談したら関係ないお話でお願いします。雑談したら誰が離席してるか人狼始まりますよ。ああそうだねそうや、全員出ちゃダメ、それが分かったところで。まあまあそうだね。じゃあ水にしとこう。こんな離席してんの？何に多い？お腹痛いんかもしれんね。あ、びっくりした。こんな13分の4？めっちゃいるやん。いや、僕はあれです、ダミーです。いや、確かに声聞こえるから意味ない。そうそうそう。声めっちゃ聞こえたね、僕は。ダミーって何？あの、巨人っす、巨人。もう人狼始まってる。そう出てきていないのがダミーだと思うさあ俺立ち絵やからおらんくても大丈夫なんや。金ちゃんいないかもしれないね。そう、こいつおんのかおらんのかみたいな。いないかもしれない。あ、いたね、いたね。白結果、白結果か。ってなれば。いや、なさいな。いや、シュガさんもいる。いや、俺。うん、シュガさんあれかもね。あの、僕もさんとヒガナさんだよ。いや、ワンチャン、ワンチャン映像だけの可能性、差し替えの可能性がある。なるほどね。それか、もしかしたらケンケンさんが今画像で静止画っていう可能性。あ、ごめんごめん。いや、いやあれ録画、あれ録画。録画。ケンケンの録画パターン。まあ、笑わへんもん、この状況で。今静止画じゃないこれ。今静止画じゃない。今これ静止画じゃない。そんなこと起きる？いや、めっちゃ目痛い。え、うますぎ。すごい。すごい。うますぎ。まばたきしてくれ。録音した言葉で人狼しようとしてる。ヘイちゃん人差し指動いてるからダメですよ。バレるか、うん、ギリね。人差し指は勝手に動く。あれラムニーさんは多分止まってるな。ラムニーは傍観してる。いやめっちゃ傍観してるね。めっちゃまばたきしてるけど。あ、僕の配信ラムニーさんピン止めしてたの。なんでピン止め、なんでこれで止まるの？なんでこれ採用したん？え、でもそれは止まりそう、それは止まりそう。何どうよこれ、それ採用る人もいる。それ採用してもダミーじゃないの、ね、マイクが動いてるし。マイクが何が経緯でそういう体制になったかだよ。バレてまだバレてないと思ってるから。うん。誰の動いた？すみません、離席俺です。あ、とんでもないです。ちょっとぬるっとしててあれですが、出られる方出ていただけると助かります。よろしくお願いします。こっちで並べ替えしちゃいますね。もう見といた方がいいね。はい、ありがとうございます。能力者
の方のみお伝えしておりまして、ここまで何もない方は元気な村人です。では参りましょう。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。元気な村人のドロシーさんが無残な姿で発見されました。ドロシー、移動時間は9分で9分間となります。どうぞ。どうも、おはようございます。まあシンプルに行きたいということで、はい、霊能者です。お願いします。はい、はいはい、おシンプルした。シンプル、シンプル。じゃあシンプルに行きます。占い師です。いいね。はい、占い師です。12番スター。はい、すいません。白崎ちょっと待ってください。はい、まだ行ってないです。白崎ちょっと待って、もし本当に潜伏している占い師だと名乗る人がいれば今出てほしいです。今日出てほしい。小坂さん。おお、すごい。何この展開。おお、シンプル、シンプルだね。シンプル。シンプルじゃない。初日から3週を13人ぐらい、なかなかよ。すごいね。いや、嬉しい。まあ、おそらく進路路ない過程で、進める上で、ミンクスターさん、白本さん、小坂さんの順番で白崎行ってください。すいません。兵長四郎です。はいはい。了解。はい、11番は10番、麦茶さん四郎です。了解。僕、兵長四郎だからすごいがっかりしました。白本さんが麦茶で、麦茶白で、あ、そうです。シラモは麦茶さん白です。全員兵長白。じゃあもうグレーズで書いてね、初日は。うん、グレーグレー行ってからローラー始めると。まあありがたい、ありがたい。ローラー始めるというか、ミンクスターさん視点絶対グレー冷たいでしょ。うん、グレー行く場合はもうほぼ決め打ちもありかなっていう。うん、てか決め打ちでもいいかな、わかりやすい。ちなみに個人的なあの対抗の精査を入れていいですか。うん、小坂井さん教授、ミンクスターさん狼だと思ってます。その理由、小坂井さんの出てき方があまりに愉快犯すぎたんで、でかつあのまあ確定役の西平城に色かぶせてることから、割とグレーを広げたい人物やという考察をしてるんですね。だから、まあ、割と本当出方の表情精査とかなんですけど、小坂井さんは強靭で置いてて、なので初期本ミンクサさん狼です。あくまで私は、はい、白間さん強靭、小坂井さん狼で置いてます、今のところ。はい、小坂井さんが強靭だったら、僕も行った方がいいんだったら、白間ちゃんが強靭、ミンクサさん狼、今の考察を聞いてです。うん、護衛くださいって思ってます。それはいらんじゃろ。え、ミンクスターさんって白本さん強靭に見えてるけど出たってことですか。対抗と、そうですね、白本さんが強靭で使用してるけど、いや3人目が出たから、どっちか差をつけるとしたら白本さんの方が強靭あるかな。あ、そっちなんだ。うん、俺白先だと思ったけどな。あ、白先が弱いかな。うん、白先がだって小坂井さんとミンクスターさんが兵長でしょ、霊媒に白当ててるから、うん、白本さんが強靭っていう推移が普通だと思ったぐらい。あ、俺もそっち派です。僕もそっち派。まあ、まあ、じゃあ同じこと思うからこそなんですけど、白本さんが、小坂井さんが強靭だからグレー広げたくて兵長に白打ったっていう、もうちょっと詳しく聞いていいですか。あともう一個あって、小坂井さんの出方とかがあまりもう自視点対抗なんですけど、客観的に見た時にどう思うか分かんないですけど、多分芯取る気があまりないと、僕が多分村におったらそう思うんですね。ってなった時に、初日占いローラをかけるのであれば、小坂井さんが多分初日釣られる人物と考察した時に、小坂井さんの黒がないと思ったら小坂井さん強靭っていう考察を置いた時に、ミンクスターさんが狼っていう考察を置いてます。シンプル、うん、OK、うんうん、バリゾー。今日占いの精査っていうか、占い師だけしか色つけちゃダメだと思ってて、まあ仮に小坂井ミンクスターに兵長白が当たっているっていう事実があるから、まあ、それをそれを全視点飲んでグレーに絶対喋った方がいいと思ってから、まあ、今占いに色をつけた前半喋ってる位置に人狼はまあいてもおかしくないかなというふうに思ってるから、シュガタン僕も警戒していて外側に話を振りたい。
まあ一つ私が言うなら占いの話しか出てないからね、占い以外の話をしろっていうのが難しかったかなっては思うけど、うん、まあガリゾはそれ以外の話に向きようとしたのはすごく評価できるかなとは思うけど、それでなんか占いの話しかしてないから AC っていうのはちょっと違うかな、難しいかなと思ったかな。私も求めすぎました。それ以外喋りたいけど占いの話しか多分出せない状況だったと思う、うん、でもその分のガリゾは別に悪いとは思わないかなとは思います。え、じゃあ僕喋ってもいいですか。うん、ケンケンさんとさっきの白本ちゃんに対してのアンサーは納得したのかな。はい、いや納得は全然してないです。あの掘り下げても時間かかっちゃうなと思ったんで。あ、オッケーです。プレイの中では日柄さんがちょっと気になってるですね。あのミンクサーさんへのツッコミ方、標準だと思ったのに出たんですかはあんまりしくに来なかったからです、シンプルに言うと。はい、まあそれに関して返すと、僕視点白本教授に見えてる時に対抗しよう、一旦しない選択を取るかなと、自分が占い師だったらって思ったから。まあはい、言ってる筋は分かります。はい、けど偽要素にはならないかなと思ったっていう感じですね。それって偽要素って挙げてたん？いや、偽要素にもならないんだったら時間使うポイントじゃないかなって思うってことです。まあ、とりあえずケンケンさんとガリゾさんは今日釣らない予定なんで、そこ以外で。じゃあもう今の話に付随して、うん、あと、まあ、ケンケンさんは若干気になってはしまったけど、まあ、だってなんで出たのっていうのは別に結構大事な要素にはなるかなとは思うから、もしほんまに白本が強人やと思ってんのやったら、まあ一旦置いとくってのも、うん、だからそれをなんか使かってるのは若干違和感かなって思っちゃったかな。俺もちなみにガリゾはそんなに白くはないなって思ってるけどな。だったら歌ネキの方が白いなって思ったけど、まあ別に兵長が外すならそれで。やっぱ今日占いから行きたいな。時間がない。占いから行きたいな。マジ？マジ？占いというか、ごめんなさい。個人的には白本さんに投票しようかなって。いや、そうなるからグレー白本の順番でいいかなと思っちゃった。白本ちゃんの新規のグレー行ってほしい。え、芯は切れないと思ってるけど。うん。白本さんから。てか、多分白結果しか出ないと思うけどな、白本さん行ったところで。まあ、わかるよ。まあ、わかる。うん。その理由はあんまりよくわかんないけど。まあ、狂人が兵長に白打ってなさそうだからっていう理由だけ。進路ローがあればわかんないけど。兵長、もう占いですか？グレーですか？俺、もう占いでいいと思ってる。OK です。じゃあ、占い喋ろう。めっちゃ経験の色が重要だと思ってる。いや、ごめん、兵長視点で俺を釣る理由もう一回教えてください。あ、俺釣る理由は必要ないと思う。多分言わない方がいいと思う。あ、オッケーオッケー。終わって、俺の、待って、小坂さん教授のキー精査がそんな変でしたか。初日占いを釣り切る、まあどっかから縄かけるという考察を置いたときに、小坂さんから、あの、それやったら小坂さん狼なのか。白本さん視点でグレーどこ怪しく見えてるとかちょっと聞きたいけど、黒出たら一旦止めます？止めます、うん、OK。 キューバーさんの回答をしとくと、現状あまり、情報が出ない。僕は小坂井さん教授、ミンクサさん狼っていう考察しか置いておらず、そこからグレーの発言が今全体的に出ていない状況。ミンクサさんとどこが相方につながるか、まあこれはあくまで現状ミンクサさん狼、小坂井さん教授で置いている世界線であるが、あまりわからないっていうのが現状です。見えてないっていうのかな。ごめんなさい、1個だけ、白本さんをもしこれなんか村の議論で初日釣り位置だよねと思ってるんだったら、麦には最初に投票してほしいまである。なんかその意見出してほしい。オッケー、白本さんの白先だから。オッケー、じゃあもう1個だけ言っとくと、ケンケンさんと日向さんは多分なんか倉庫が発生してると思ってて、9番さんがそもそも12番さんに言ったのって、12番さんって僕が出てから出て、かつ小坂井さんが出てるから僕を教授を期してるんですよね。だから時系列がちょっと違うと思う。ごめん、あまり思わせない。議論時間終了。議論時間終了でございます。投票に移ってください。投票に移ってください。当てません。はいはいはい、いいですか、先行っていいですか。ロシさんタイマーいいですか、大丈夫ですか。あ、はら、ラジオどうぞ。はい、じゃあ行きます。ごめんなさい、やっぱ変えます。銀さんと日柄さんの投票欄にします。変えます。で、まあ簡単に言うと、
ミンクスターさんが、白本さんのことを狂人と見たのは小坂井さんが出た後っていうだけ、もうこの文章だけ、これに尽きるんですよ。だから県警さんはだから釣らないっていう結論には至りました、僕の中では。でそこ回避があれば、日原さんと銀さんで回避があればこの後投票持っていってほしいです。お願いします。僕は、日原さんに投票します。はい、投票します、はい、どうぞ。投票します、銀さんに投票します。回避ないです。いや、賞味その強靭だと思ってるんだったら出るの変かなって思ったから、どう思ってたんかなっていうのをミンクスタッフに僕は聞いただけで、別にそっからだから偽だと思ってるまでのは派生してないとだけ言っときます。単純に疑問に思っただけ、なんで2週目出たんだろうってくらいかな。まあ僕は一定数白本さんのシーン追ってたけど、だった場合にちょっとミンクスターさんしてもうちょいラインが見えたかなと思ったから、白本さんがあんまりグレスケ落とせなかったのはちょっと印象悪かったぐらい。以上です。はい、じゃあ5番いきます。回避はないです。で、まあ、別に日向さんに関しては特に、まあ、気にはならんかったから、投票は別に、まあ、入れるけどって感じ。県警さんが突っかかってんのの方が変かなって思った。だってあのミンクスターさんの発言があって、そっからもう日向さんが疑ってるんやったら、それはどうなのってなれると分かるけど、別にそれで終わってた話やから。で、あと白間は偽かなと思った。ミンクスターさんがあそこで黒出たら止めますかって言ってて、でミンクスターさんが黒で白間も結構つられ位置にある中で、その発言って出るかなと思っちゃうけど、ミンクスターが引きつられている状況で。平田さん投票でよろしいですか？あ、そうです。はい、かしこまりました。お次の方どうぞ。はい、じゃあ投票します。投票は銀さんに投票します。まあ初日の議論聞いてて一番黒そうだなって思ったのは銀さんだったんで、でケンケンさんと日向さんはちょっと色違いっぽいかなって思ってたんで、はい、なんで結構いい位置の指定かなって思いました。あと、まあ、若干気になるのはシュガタンさんと大久保さんあたりになってきそうかな。まだそこ以降はまた明日以降考えていこうかなと思います。次の方どうぞ。はい、13番僕を投票します。投票日向さんに入れますが、ごめん、触れるべきじゃないのかもしれないけど、ミンクスターさんの今の意見ちょっと意味が分かんない。さて、間違えた。怪しんでる。間違えた。ん？どうぞ続けててください。ちょっと長めにします。どうぞ。あ、ごめんなさい。銀さん怪しんでいて、日向さん、ケンケンさんが別陣営だと思うんだったら、日向さんつって霊媒の結果見れる日なんだから、日向さんの結果見ながら銀さん占えばよかったんじゃないのってちょっと思っちゃった。それいちいち言わないでね。と思っちゃったから、なんか微妙だなと思ったのと、ラムリンさんの意見聞けてないから、ラムリンさんは投票時意見欲しい。以上。ありがとう。白本さん大丈夫そうですか？はい、大丈夫っす。ごめんなさい。はい、大丈夫ですよ。じゃあ続けてください。じゃあさっき11番投票しまーす。ごめんなさい。挙手で一番上になっちゃいました。ごめんなさい。ね、9番と、4番は時系列に差異があるんで、一旦5番に入れますが、5番のクロスを現状持ってないです。5番に言われた、11番が偽だと思ってるっていう理由は分かったんですけど、あの状況下において僕は9番に対する返答かつ2番に対する、まあ、もしくは村全体として僕がなぜ偽に思われてるか分かんなかったから、それの返答で、12番の、なんかあれができませんでした。すいません。はい、坂井投票します。ひがなちゃんに投票します。まあミンクスターさん僕狼で見てるんで、まあ今の僕坊さんが拾ってくれた完全に偽要素だと思ってもらってほしくて、マジで僕声欲しいですっていうぐらい噛まれそう。小坂井さん、まあ兵長噛まれたらごめんと思うけど、僕は絶対黒見つけに行きます。はい、それちょっと挙手をしたら一番左上にやってやってもた言うてもた、すいまいか入ってもたやってもた、完全やった。大丈夫です。ありがとうございます。続けてください。小坂井さん、あれ、はい、今日に見えないよ。ぐらいからと。銀さんと日向さんの差はついてないんで、並べます。銀さんに入れます。占い師の投票かなと思ったんで、占いのことしか考えてなかったんですけど、なんか出方だけで言うと、私は白本さんは信教の人で、小坂井さんはすごく楽しそうに出てきたので、本物には見えるんだけど、ちょっとまあ、新郎の位置かなと思ってる。なんか、ニコニコしてたから、狼。狂人よりは狼かなって、私は出方だけです、これは。って思ってるんですけど、ほぼミンクスターさんが偽だと思ってる、新名がかなりないと思ってるのと、これ、狼出たら止めますかって言ってる時点で、あまり狼がないから、そこまで。かなって思ってはい。はい。
どうぞ。いいですか、投票します。日がなさんに投票します。まあ銀さんと日がなさん、投票時の発言で銀さんの方が良かったなって思ったから日がなさん投票したのと、まあミンクスターさんは俺も結構偽に見えるかな。なんか兵長が占い行くって言った時に、まあ、シュガタンほぼ白本さんに行くみたいな。俺はシュガタン占いで黒が飛ぶ、なんか黒出たらストップしますみたいなのがなんか色見えてそうだなってちょっと思ったのと、うん、まあ現状小堺さんが本物っぽいなって思う感じですかね。小坂さんも言ってた、まあ、ミックスターさん、人狼、白本さん、狂人がしっくりくる。グレーはあんまり精査できてないけど、歌ネギが白いと思った。以上。そろそろ。はい、じゃあ投票します。ちょっと偏るけど日がなさんに入れます。まあ、日がなさんに気になったのは時系列は実は、まあ、白本さんに先に言うと時系列ずれてなくて、その段階で日がなさんがミンクスターさんに突っ込んだことっていうのは、まあ、様相にならないよね、審議の判定につながらないよなと個人的に思ってるから、あの段階で話す優先順位としては低い話題を結構時間最初に使ったなっていうところで気になったっていうだけです。で、白本さんはミンクスターさん狼と言いつつ、ミンクスターさんが投票した銀さんに重ねるところがめっちゃ偽っぽーって思ってます。認識違ったらごめんなさい。違うよ。だから、はい、6と4が投票銀さんに並べてきます。議論をしてるから、そこは理解の差が一番良かったかなっていうふうに思ったから、まあ、僕さんはさっきより印象が上がったかなっていうふうに思っていて、まあ、ミンクスターさんのは2、その意見でミンクスターさんの2はなんとなくわかる、くらいしか落ちないかな。あとラムリンさん何者ですか教えてくださいぐらいです。以上。はい、投票します。銀さんで並べとくんですけど、何者ですかって言われると、僕は日本人です。はい、まあ、僕はミンクスターさんが多分死んだのかなと思ってるんであんまり合わないんですけど、まあ、プラスを小堺さんの死因はないと思ってるんで、はい、あと柴田さんの言うそのピンクスターさんがなんか黒出たらなんか止めますかっていうのがなんか色見えてるっぽいって言ってるんですけど、僕はそうならないと思ってるから、なんか僕は議論的に柴田さんはちょっと変なのかなってまあ思ってます。はい、それはそう。はい、失礼します。まあ投票はどうしようかな、誰にしようかな。うん、まあ一番新っぽくないなと思ってる白本さんに入れときますね。なんか白本さんが変なところは、なんか日がなさんまで精査が伸びなかったことかな。ミンクスターさんが黒だと思ってるんなら、日がなさんってミンクスターさんに一番最初に指摘をした人物だから、そこまで精査を伸ばすべきかなって若干思って。いやだから時間ね、小坊さんが言ってるミンクスターさんへの偽をさんわかる、日がなさんシュガタンが言ってるのはあんまりわからないっていうのはラミーさんと同様。ミンクスターさん視点で小堺さんに投票して、小堺さんに票が集まって、小堺黒が出ればいい、白だと思ってるから、結論ね。よ、そうそう、日がなさんとケンケンさんは時系列が間違ってるって自分の中で。5番の銀さん、9番の日がなさん、お二方マイクのミュート解除お願いいたします。点名時間50秒ございますが、1分間のタイマーで残り10秒のところに止めさせていただくので、自由に喋ってください。じゃあお好きな方から喋ってください。え、じゃあ先行こうかな。なら別にグレーで、じゃあどこが怪しいとかは、まあ特にはケンケンは黒打てると思う、ぶっちゃけ。ちょっと申し訳ないけど全然わからなかった、正直。グレー2枚かめた3人目の狼で、まああまり差異がなかったっていう割には、宇多泣さんがあんまりこのランになってるとこには全く触れへんねやとは若干思っちゃった。だって正直も占いのとこって、まあ別に明日でもよくねとは思っちゃったから、強いて言うならぐらいかなって思った。でまあ僕もさんがミンクスターさんには言ってんのに良かったと思うし、でそういう順で、でも小堺さんも噛まれ懸念があるんやったら、グレーどこが怪しいとかまで言えたんじゃないのかな、僕に護衛くださいって、西江町死んだらごめんねですぐ終わらすんやったら、噛まれる懸念もあるんやったら遺言としてもうちょい落としてほしかったなとは思うから、そこまで占いの神経はついてないって感じ。以上。そうですか。はい、どうぞ。はい、発言します。まあ、正面僕あまり銀ちゃん怪しいと思ってなくて、平常に言うんですけど、ケンケンさんってそのなんか僕がタイムイートしてたんじゃないかみたいな話してるけど、僕多分そこまであんまり議論が活性化してない状況で起点作ったぐらいのことでしかないと思ってるから、ケンケンさんが結構執拗に僕に対して殴りを入れてきたなって、まあ、確かに時系列が違うみたいな話は
一定差あるかもしれないけど殴りすぎかなっていうふうに思うから、まあ、僕の白を見るんだったら研究さんの黒ちゃんと追ってほしい。いやそれはわかると、あと僕母さんのミンクスターさんに対する指摘は良かったかなというふうに思っていて、まあ、これは僕母さんが、まあ、やや白くなったかなぐらい、めちゃめちゃ僕母さんの白を置きできるほどではないと思うけど指摘はまっとうだったなと思ってるし、ミンクスターさんしてなんで僕じゃないんだろうって僕決戦なったら言おうと思ってたから、まあ、別に人外でも言えるとは思うけど、しがたに黒ってラムリンの票を持ち、心目が若干下がったかなと思って、そこまで、そろそろ。しがたに対して怪しい目線を持ってるのがある程度分かるから。先ほどもアナウンスしましたが、ディスコードのチャットの方に変更させていただきます。ちょっと私の配信ので載せられないのは申し訳ございませんが、改めて送らせていただきますね。あ、一瞬だけ待ってもらっていいですか。すいません。はい、大丈夫です。お待ちしてます。ミンクスターさんを飛ばせるかな。オッケー、戻った。よし。瞬間移動した。よし、バレてん。これは完全犯罪成功。今、ワンデー投票先というところに、あのチャンネルに書かせていただいております。あ、大久保さん大丈夫ですか？ごめんなさい、戻りました。Okay。お構いなく。こちらの方に、5番か9番か書いてください。書き間違いは無公表にさせていただきます。こちらです。マラブリンさんとか、名前にしちゃっても一応受けるから、番号でお願いいたします。普通までやったとと同じように、3に1でやりますので、皆さん入力しててください。ご準備できましたでしょうか。ひがなちゃんを噛んだら噛んだでちょっと厄介な。ご準備まだの方いらっしゃ、大丈夫そうですかね。立ち会いの方も大丈夫ですかね。まあ、大丈夫か。あ、来ました。リアクション来たので大丈夫と見ました。はい。では、3、2、1でお願いいたします。3、2、1、どうぞ。嘘やん。カジュエます。いやこれ9の白身。9、マジで ?9、俺バカ白いと思ってんねんけど。4、5、6、7。9？ 5等賞が1、2。そんな9に行く？マジで？あれ？数が合ってない。OK？ 2、4、6、8、10、11、12、13、合ってるよ。1、2、3、4。あ。銀ちゃん、ちょっと待ってくださいね。銀ちゃん3票の2、3、1、2、3、4。5、6、7、8、3、8で11票やから当てんな。で、金ちゃんとひがなちゃんが投票できんから11票で当てます。あ、多分合ってるな。あ、大丈夫そうです。すみませんでした。投票の結果、ひがなさんが追放となります。遺言ありましたらどうぞ。はい、発言します。まあ、銀さんに関して歌にキーラーさんに突っ込んでたけど、まあ、正味最初占いから行くって話になってたからなんかグレーに視点が向いてないみたいなとこはまあしょうがないかなって、正味占いに多分みんな視点向けてたと思うからそこはちょっとあれかなと。銀さんに関して言うのはそこだけ。ただ僕は銀さんにケンケンさんの方が怪しみが高いかなと思ってます。タイムイートって言ってるけどそこをずっと突っかかってきてることの方が僕視点はめちゃめちゃ議論をそっちに費やそうとしてるように見えてるからぐらいなんで、まあ、兵長が5級ランにしたってことはそれを正しい評価だと思ってるのかなって僕は思ってるからそれは一旦考え直してほしいかなっていうふうに兵長に関しては思ってます。で、まあ、ミンクスターさんの2戦目がちょっと上がったって発言したんですけど、まあ、正味銀さん格黒で見てる様子をミンクスターさんが上げれるのであればまだ理解はできるかなって感じ。上げれないんだったら僕釣りの方が丸いと思ってるからミンクスターさんにせよそうかなっていうふうに感じてます。以上です。ひがなさんを追放してもなお恐ろしい夜がやってまいります。皆様ビデオのオフマイクのミュートでお願いいたします。夜になります。そういうゲームか。
三四葉目を狼で追わなあかんのか。いや別にあれ小坂井さん、いやどっちもあるやん。狂人で狂人のふりをしてる狼もあるし、狼のふりしてる狂人もある。とりあえず一旦あの真の虎の巣を狂人として置いてグレーに置く場合ってどこ拾うとか関係なくね。って思うねんか。じゃあね、シガタン黒打つか、ケンケン黒打つかやな。シガタン黒打ちが一番安牌に気づんねんな。小堺さんが偽かし、いやーミックスターさん強かな。わかんねえ、ミンクスターさんって何も。人狼の方、人狼の方、ビデオの開始、マイクのミュートの解除をお願いいたします。3人お揃いでございますね。では早速ですが1分間の作戦会議開始してください。どうぞ。ほんといろいろすみません。いやいや大丈夫。小坂井さんの出方が真実すぎるね。そうですね。あれ占い勘でもいいかなってちょっと思っちゃってるんだけど、どう？でも一定数偽は追われてるかなとは思ってるし、多分小坂井さんがほぼ真だと私は思ってるんですけど。あ、そうなんだ。違うんだ。逆なんだよな、ミンクスターさん派なんだよ。いや、わかんない。じゃあ釣り切りいけるかな。釣り切りいけるんだったらそれでなんかグレーにあと1縄使えれば勝ちだから。白野さんから釣らなければ。はい、白野さんは多分釣られると思うんです。そうですね。一番に釣られなければ、うん、今日の占い値をシガタン黒を打つかどっか白を打つかを考えてるんですよ。いやいらないでしょそのグロ。あ、黒、あけど強人だと思われてんのか。でも芯から黒飛んだら俺多分死ぬから。あ、そっか。だったらやめときましょうか。うん、だから占い決め打ち進行になると思うんだよね正直。それは分かる。どうする？安定だったら平調だけど、紙を平調2連にしたら僕の黒が消えるんで、はい、まあ、そこまでとさせていただきます。てていいか、襲撃先のみことでお願いします。襲撃先のみお願いいたします。内容については触れないでください。平調でお願いします。かしこまりました。2番西平長さんを襲撃いたします。では頑張ってください。はい、ではビデオのオフとミュートでお待ちください。シガタン黒打ったらあかん。シガタンめっちゃ黒よさんねんけど。シガタンのさ、ミンクスターさんに対して黒が見えたらストップする発言が色見えてるって見えるはずがないやん、それって。だってミンクスターが狼やった場合ってローラが止まらんわけやん、それって。だからシュガタンの黒塗りが一番楽なんよこの状況って。ラスト歌ネキを逃がす作戦で僕が偽になって、ミンクスターさんもしくは小堺さんの芯を上げる構図が一番丸いと思ってんねんな。ってなった時にシュガタンに白を打てねえから、ケンケンさん白を打つかどうかやな。いやぶっちゃけ俺めっちゃシュガタン黒落ちたいねんけど、あかん。俺シュガタン黒落ちて。新しい夜が明け、朝となりました。生存している方から順番に起こしてまいります。1番小坂井さん、2番西平長さん、3番歌ねきらさん、4番けんけんさん、5番銀さん、4白打つ、いや4番白打つ、6番ラプリンさん、7番シガタンさん、4番シやね、8番ガリゾウさん、10番麦茶さん、11番シラモさん、12番ミンクスターさん、13番ボクボさん。いや、ケンケンさんあんま確証にしたくないよね。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者は
2番西平長さんです。コメント西平長さん、ビデオオフでお願いいたします。それでは議論時間を8分間です、どうぞ。ありがとうございます。おはようございます。結果誰から聞きたいですか？誰の結果から聞きたいか、誰からでもいいです。シンプルにインクスタさんからいいけど、うん、ミュートだよ、ミュートだよ。インクスタさんミュートになってどうぞ。失礼、3番歌ねきらさん白です。はい、11番4番白、ケンケンさん白です。マリゾーさん白、ん、シラモさんがケンケンさん白、はい、11番シラモが4番ケンケンさんに白です。でガリゾー白、はい。じゃあ占い理由聞きますか、うん、はい、うん、正直僕母さんの意見はまあわかるなと思って、まあ、そこに歌ねきらさん乗っかったような印象があったんで、一応そこを占いました。で、まあ私の意見としては、多分一番信じられるの多分、占い結果より例の結果だと思うんで、ここで色をはっきりさせた、銀さんの色をはっきりさせた方がいいなと思いまして、銀さんに投票しました。はい、以上です。はい、じゃあ11番の4番占い理由言いますね。昨日言ってたように、まあ、僕の中で9番さん、ひがなさんとケンケンさんの中では議論に対して時系列がずれてたという認識があったんですね。まあ、それは僕の投票の後に訂正されたことであるんです。でかつ、4番さんに言われたように、じゃあ対抗のミンクスターさんと同じところに投票する、銀さんに投票するんですか、まあ、この意見に対しては僕は麦茶さんにも言われたように、僕は9番のことは私が評価してませんでしたが、心の中で別に白いと思ってました。銀さんに対しても特に印象はなかった。この時に9番に対して好印象を持っているのであれば、消去法で5番に投票しました。はい、以上、まあ、これが一応4番占いの理由ですね。ね、手短に言うね、まず研究占い絶対なくて、研究占いするんだったらひがなちゃんつったんだったら研究占いないで、まあひがなちゃんの話が別に通っては通り切ってない、ケンケンさん疑う理由になってないから、僕はワンチャン苦労してるかなと思って投票からもガリゾーさん占いプラスで、ガリゾーさんかシュガタンかどっちかで迷ってた占い値は。いや、いいと思う。はい、例の噛んだことから結構苦労もあるかなと思って9番ね。エールとかどうなってます皆さん。ここね、ぶっちゃけ皆さんが言うなら、じゃあ実質は多分小堺さん狼のミンクサーさん狂人で追わなあかんねやろなって思ってるんですけど、うん、あまりごめんミンクサーさん狼小堺さん狂人しか僕はあまり考えれないっす。いや私は1、152ローで678の中にラストがいるかなと思ってます。 15? え、ローロー決戦追ってるんですか。ん、ひがなさんの人狼追ってるんですよねミンクサーさんって。ああそうか、ん、うん、ああそういうことか、確かに、うん、そう、すみません、それ抜けてます。いや俺正直霊媒の色見たいかったけどな、うん、いやでもね、白で進めるんだったら、うん、まあ、日柄さんが、いや多分日柄さんに決戦みんな投票してるのって、まあ、日柄さんが銀さんのこと疑ってないから、うん、日柄さんで白引いた時に、うん、銀さん保存しようって思考になってると思ってるから、うん、で僕は占いの出方と占いの位置、初日のお告げ先で、白間さん新居だよねって言ってる人の理由があんまりよく分かんなくて、あ、多分、ね、まあまあまあ、そう見えるのは、まあ、まあ、セオリーっちゃセオリーかもしれないけど、うん、まあ、霊能に狂人が霊媒に、まあ、色、白を結果的に打ちましたって、でもそれが否定要素になるかって言ったら絶対いいなと思うし、まあ、出方だけでっていうところは、まあ、正直グレーズリーになってるところで、あんまり色をつけるのはやっぱ変かなって思うし、まあ、スケール聞いてミンクスターさん釣っちゃうかなっていう現状僕は思って、まあ、これが僕のスケール、うん、だから他に回します。そろそろラブリー喋る、うん、あ、僕ですか、はい、何が聞きたいですか今どう思ってるかいや僕小堺さんが昨日ちらっとケンケンさんの色が重要って言ってあったんですけど、なんかそこまで日柄さんの意見からケンケンさん外せるんですかって思っちゃいましたね。なんかそもそも小堺さんが占い師の占い能力を持ってる時に、なんか別にケンケンさんの色が重要って別に発言を落とさなくても、なんか黙ってじゃあケンケンさんとか占って、まあ、次の日に理由を開示して、だからケンケンさんの色が重要だと思いましたっていう発言を残せばいいのかなって思った時に、僕小堺さんの占い能力ないなって思ってたんですよね。
あの時点ではケンケンに対してヒガナ銀が殴りかかってる状況だったからケンケンの色は重要だよねこの村においてって発言をしてます。だから別に僕ケンケン釣りでもよかったんだよ、霊媒結果が一番正しいから。はい、麦茶今日どこ行こうと思ってる？麦茶のそれ聞きたいっていうかね、なんかめっちゃ迷ってて、僕グレーで白いと思ってるのが歌ねきラムニン僕もなのよ、この3名ね。でシュガタンも昨日ミンクスターさんへの指摘ちょっと変じゃないって思って疑ったけど、でもシュガタンが一番最初にガリゾーより歌ねきの方が評価できないっていう風に言ったのは、僕は結構それ村感情で拾ってるから、なんかそんなにそこまで疑い強くもないのよ。かといってケンケンさんもそこまで疑ってるわけじゃなくて、だ僕の黒い血ってガリゾーさんだったんだけど、ちょっと小堺さんからガリゾーさんに白が当たってちょっとわけわかんなくなってて、だから進路路あるんじゃないかなって思ってる僕は現状。グレーにそんな怪しい血がいない。ラブリンさんの白要素って麦茶からどう見えてるの？ラブリンさんの白要素はシュガタンに対しての指摘と、あの段階で、あの段階でミンクスターさんっていう HP の低い位置をかばったことかな。まあ俺はミンクスターさん全然新っぽいとは思ってなかったから、それはあんまよく分かってなかったけど、まあ麦茶の視点でボコボさんの指摘が真っ当だと思ったんだったら、うん、ミンクスターさんに偽の視点にならないから、ラブリンさんって怪しい位置にならない？いや、ならない。ボコボさんのミンクスターさんへの指摘はいいと思ったけど、シュガタンのミンクスターさんへの指摘はちょっと微妙だなって思ってた節があったから、ラブニーさんとは結構共感性が高かった。それに向いてるからってことね。そっちに向いてるからっていう視点がいいってことね。うん、なるほどね。ボコボさんとかどうしたいですか今日？ごめん、わかんないからもうちょっと議論続けてほしい。でも今日一番偽っぽい人に投票でいいと思うけどね、うん、俺は、うん、いや俺それだったら白本さんに入れちゃう。占い師がいい。いや、それでいいと思うよ。マジで、うん、意味がわかんない。ケンケンさんに色をつける意味がわかんない。他もっと怪しいじゃった、うん、俺むしろでもね、正直ね、新占いにも喧嘩打っちゃうんだけど、俺ラブリンさんに色つけるべきだっただろうって思っちゃう。いや、わかるよ。なんでそんなとこ占ってるの？占いが分かる。いや、俺光しますけど、ラブリンさん狩りだと思って占ってないんだったらわかる、うん、それだったらわかる。僕は狩りもあると思ってるから占ってない。それはマジでそう。ごめんね。唯一狩り出なくていいからね。唯一占い先で納得できるのは小堺さんぐらい。なんかミンクスターさんが歌ネキのところもなんとなく若干わかるけど、俺歌ネキって単体で白っぽい人だからこそあんま色つけるとこじゃないかなとは思って。いや、私逆にね、ガリゾー結構村に置いてたからね、そこらなんやって思っちゃってるタイプなんですよね。え、ボクボさんに質問するんですけど、4番占いってそんな変ですか？ケンケン占いって。え、だってヒガナさんつってんだよ。僕はヒガナさんを知らないと思ってるんですよ。そもそもだから昨日の段階では池川さんで投票してないですし、投票でよ。だったらケンケンさんのヒガナさん言ってることの方が変やと思ってるんですよ。いや、なんか他に色スケール当てた方がいいと思っちゃう。あ、違う、僕が怪しいと、あ、まあいいか、時間ないか。投票で言います。はい、議論時間終了、議論時間終了でございます。投票に移ってください。どうぞ。はい、じゃあ投票します。11番白間さんに投票します。あ、明日生き残ってたらどうしようかな。ラムリンさんはちょっと私見てもすごい分かんないんで、どうしようかなって迷ったんですけど、ただ今日のちょっと議論聞いてて、ガリソーさんをちょっと占いたいなっていう気持ちにはなってきました今。まあ投票は白間さんに入れて、多分白間さん売れそうなんでとりあえず入れときます。頑張れ。はい、僕はミンクスターさんに投票します。まあ最初からオオカミはミンクスターさんの方かなと思ってるからっていうのが1点で、いや、ガリゾーさんがラブリンさんを占ってほしいんだったら全然占うけど、占うわ。ただ僕なんで占なかったってもう1個理由があって、例えば色結果黒が出た時に何の要素もないよね、ラブリンって。だから理由とか、理由というか何も結局多分伸びないと思ったから、あんま占うべきじゃないと思った。騎士懸念もあったしっていう感じです。すみません、そろそろで大変失礼いたしました。ミクスターさん1票出してください。はい。あ、いいですかね。どうぞ。はい、投票します。投票白本さんに入れますね。やっぱね、今の投票理由もちょっと微妙だったな。だって、ラムリンさんに色つけたかったなって俺が思ったのは、ミンクスターさんに対してとか、
そこに色をつけた人物ではあるし、かつ村の相違とは、若干違う意見として出してる人物だからこそ、白本さん視点って対抗に色をつけた人物気にならないのって思っちゃう。だから俺それの視点がよくわからない。でかつ日賀さんつってけんけん占い意味が俺の中ではわからないから、一番占い理由としてわからなかった白本さんに投票します。いいじゃん。あ、はい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 、次いいですか。どうぞ。はい、じゃあ僕は12番さん入れますね。そもそもだから9番さんを白やと思ってるんですよ。だから4番さんの9番さんに対する突っかかりが僕は意味が分かんなかったんですよ。9番を村評価してるからね。だから占い値は間違ってないと思います。で現状怪しいと思ってる7番です。12番狼と見てるからこそ、7番が昨日言った12番さんに黒が見えたらストップする発言、色が見えてますよねって言いますけど、12番が狼やった時って黒が落ちたらローラストップしますよねって言った時って、ロラ止まらなくね。例えば12視点で11と11が白に見えてるんでしょっていうやつだから12投票です。そろそろはい、割といきます。ミンクスターさん投票で、ボクボさんてかボクボさんが言ってた、あの白間さん研さん占いはにがありえないっていうのに基地つけるのは、まあ優先順位的には低いかもしれないけど、僕は白間さんのスケールを聞いてからじゃないと多分白間さんのシーンは切れないと思ってるから。でミンクスターさんのシーンはやっぱりスケール的にも変かなっていうふうに思ったから、現状僕はミンクスターさんのシーンは2ミリぐらいしか持ってなくて、まあ、小堺さんのことを僕はシーン決め打ってるかって言ったら別にそうでもないから、僕の指示に従わないでいいですよ。小堺さん自由に占ってればいいと思います。グレーは分からない。そろそろやぞ。します。私はミックスターさんに入れます。小堺さんがありの占いかっていうところが今日はちょっとしっくりこなかったところなんですけど、なんか日柄さんが白だった時に、霊媒師亀ってケンケンさんってあの日柄さんのポイントなんで人狼はワンチャンあるかなと思って、ラムリン神のラムリン占いええなっぽいなっていう、見せてかまか芯が低いところかなって思ってる。これはちょっと時間がないから明日詳しく聞きたかったら聞いてください。だからミンクスターさんのは初日からちょっと印象があまり良くなくて、ミンクスターさんの芯だけはないやろって正直思ってる。リゾーに乗るけど2ミリぐらいですか。だから小坂井白馬さん狩りの時ラムリンで抜けたら、ラムリン狩り懸念の時にボクボさんに黒塗れるからすげえ楽なんよね。だった時の黒塗り師が、はい、行きます。ガリドさんラスロー、ミスクスターさんに投票して、まあ、理由に関しては、まあ、今日も若干視点が破綻してたっていうのが、あんまり多分俺オカメと思ってて、ミクスターさんが霊能守られるんじゃないかなと思ったけど、噛めたからちょっとまた考えを発言を変えたんかなと思って、噛めたからこそあの基盤を黒で追わせたいんかなっていう風な、だからそれを追わせちゃったから破綻したんかなって、元々のスケールからって思っちゃうから、やっぱミンクスターさんが狼かなって。で、ちょっと理由は、あの、なんか時間ないから言えんけど、白も偽かなと思ってる。そこまで。はい。じゃあ、投票しますね。まあ、僕もミンクスターさんに入れるんですけど、まあ、やっぱりあんまり芯じゃないなって思ったのと、まあ、白もさんも芯じゃないなって思ったから、正直、この2人だったら両方どっちでもいいなってちょっと思っちゃったかな。ラムガミラムじゃない。白もさん、なんかそのミンクスターさんが透けて、あの色分かってそうっていうのは、なんか、ミンクスターさんって、小坂井さん、狼、白もさんが行人の透けるだし、だと思うんですけど、で、白もさん、次の流れになった時にその発言したから透けてそうだなって思ったこと、で、白もさんがミンクスターさんを狼推理してて、俺が気になる位置になるのか、うんって感じで、白間さんも偽だなって思いました。そろそろ、あれ、どうぞ。じゃあ、はい、白間さんに入れときますけど、決まってんのかな、これ。はい、まあ、白間さんに入れます。白間さんの占いの当て方がおかしいっていうのは、まあ、時点はもう完全にそうなのと、まあ、あと、昨日の時点での指摘が、11から14への指摘はずれていたっていうことが後で発覚したって白本さんは認めていたのに、今日になっても4の9への叩きは不当だったで占いっていうのは全然しっくりきてないです。で、有蔵さんの白要素がごめんなさい全く分かってないから、ちょっと歌根木さんに明日聞きたいなと思ってます。はい、単品で柴田さんが白いと思ってます。よしですよし、はい、失礼します。白本さんに対します。シュガータン視点でミンクスターさんに決定票を打てるんだったら、明日ラムニーさんへの精査は聞きたいかなって思ってます。ラムニーさんってミンクスターさん一番新規選手ですからね。5票やろ。今日の投票で一番変だなって思ったのは歌ねきね。ケンケンさんが、ケンケンさんが仮に黒じゃなくても、なんか別に霊媒師を神に見合うと思ってるから、そこでケンケンさんの黒を襲ってってるのはちょっと違うかなって思ってる。ただなんか白本さんはケンケンさんが疑わしいのであれば、ケンケンさんロー軸での他の占い先をしてほしかったなっていう印象かな。ミンクスターさんに偽要素はそんなわからん。小坂井さん死んだったら死んだ。そろそろ。
でも、ケンケンさん、白目いくやったらめちゃくちゃでかい。白目さんに入れます。はい。小坂さん、死んだったらあれです。僕、人間です。はい。あ、それだけ言っとくのと、まあ、多分、歌貫さんは人間なんだろうなって、みんなの議論から、なんか結構、白置きされたりなんかしてるんで、多分、どこかに評価集される位置なのかなと思ってるのと、だからこそ、なんか、麦茶さんが人狼だった場合、視点向けるのってあんまりよろしくないと思ってるから、まあ、人狼っぽくないなと思ったのと、まあ、銀ちゃんのミンクサーさんの様子は、まあ、今日は割と、まあ、意見としていいなっていうふうに、まあ、思って聞いてたくらいです。はい。まあ、ギリギリ勝つと。投票が出揃いました。本日投票、追放されるのは12番のミンクスターさんでございます。遺言ありましたらお願いします。ラム占い、ラムしよう。いやラム占い、ラムしろ。あ、ミュートです。はい、失礼いたしました。投票理由とか、もろもろ聞いても、4、10、13は、ここはもうほぼ白だと思うんで、ここはもう最終日まで持ってて欲しいかな。基本占いローラーは完成してください。で、私の白は歌ね、キラさんなんで、まあ、その辺、ちょっと、まあ、ネットに置いて、占いローラー、ちょっと、うん、白間さんより先に釣られるとは思わなかったんで、ちょっと動揺してるんですが。それはさ、ごめん。40、13は、グレーの中ではもう白置いていいと思います。以上で、はい、皆さん頑張ってください。ミンクスターさんを追放してもなお恐ろしい夜がやってまいります。皆様ビデオオフ、マイクのミュートでおやすみなさい。おやすみなさい。ああ。ケンケンシロウってもケンケンから偽票、偽視されるやろ。かなった時も逃げ票、逃げ回避ってどこ、回避値。小堺髪、小堺さん噛んだら一番うまいねんな。小堺さん、かん、いや、ラムリンは別に放置でいいねんな、あれ。ラムリンを放置位置にしといて、狩りで出させた場合ってめちゃくちゃでかくて。なんてよ、考えろ。俺の中の作戦はラムコ神のラムシロ、もしくは、僕母さんがわからんねんな。あの人、狩りっぽいねんな、ぶっちゃけ。多分今日の昨日の声って小坂井さんによってさえねんな、ぶっちゃけ。だって小坂井さん白位置どこや。忘れた。まあいいや、なんとかなるやろ。西兵長からの、あー、あれか。ガリ族。人狼の方、人狼の方、3匹揃って起きてください。3匹揃って起きてください。ナイス。では、1分間の作戦会議をお願いいたします。どうぞ。行きたー。行けそうだね、すり切り。でっかな。わかんない、どうだろう。わかんないけど、白間さんが釣れると思います。あ、多分次は僕が釣れると思います。あ、まあ、釣り切りいけなさそうだったら噛むとしたら今日だし。そうですね、釣り切りって4のだから新ローロー売ってないと村しなくないですか。うん、ただなんだ、ラムリンさんとかケンケンさんとか多分あの小坂井さん新多分あんまり見てないから、うん、だから、ボクボさんとかガリゾーあたり噛むかなって、グレーに行くなら。ああ。新噛むなら、今日って感じ。僕が考えてたのは、まあ、ボクボさん髪か、ラムリン髪のラムリンシロを考えてましたけど、任せます。どうする？決め打たれると思うんだったら、噛んじゃっていいと思う。決め打たれはしないと思います。僕は決め打たせないです。オッケー。じゃあ、グレー行きましょう。はい。髪ちゃん任せます。ボクボさんかガリゾーでよくない？あ、オッケーです。ありがとう。はい。では、紙先のみ、コートでお願いします。紙先を、名前を言い出し合うのは OK です。どうぞどうぞ。どこかどこかみたいなのは OK です。ガリゾー？ガリゾー。OK です。ガリゾー。はい。では、ガリゾーさん襲撃でよろしかったでしょうか。はい。では、受けたまわりました。頑張ってください。おやすみなさい。ちょっと頑張ります。はい。
ちょっとお手洗い、いや、いけへんな。待てよ、ガリゾーさん。ラムコシロイ、やりたくないな。ボクボさん、噛みたかった。ボクボさん、噛みたかった。こっからの勝ちね。すごい近く通ってる。どうしようかな。いやでも多分な、小坂さん、楽しい夜が明け、朝がやってまいりました。順番にお呼びしてまいります。1番、小坂さん。3番、歌根キラさん。4番、ケンケンさん。5番、銀さん。6番、ラムリンさん。7番、シュガタンさん。ガリゾーさん、隠し撮りするか。8番、ガリゾーさん。9番、あ、失礼いたしました。10番、麦茶さん。ガリゾー隠しろ。11番、シラモさん。13番、ボクボさん。昨晩、人狼によって襲撃されていた方は、ガリゾーさんです。で、では、本日の議論時間は、7分間となります。どうぞ。おはようございます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 。占い結果いいですか？多分、はい、ガリゾーさん白です。あ、ラムリン白。6番ラムリン白です。ラムリンの白拾ったんで、3番10番は白なのかなと今推理しているので、ケンケン銀奥保さんに疑いを持ってます。あ、シュガタンさんも入ってるけど、うん、はい、そこです。はい、ちょっと待って、もう一個言っとくと、奥保さんが来ちゃったらありがたいぐらい。知らなかったら人狼悪い。はい。裏、あ、まあいいか。占い理由とか。ガリゾーさんが、まあ、麦茶さんに言われたように、その、例えば、じゃあ、ケンケンさん占ってどうなんで、まあ、僕の中では理由があるんですけど、まあ、それを、じゃあ、麦茶さんの意見を参考した際に、じゃあ、外占いしようって思って、唯一、占い新ロールを唱えてたのがガリゾーさんやったんですよね。ってなった時に、占いをロラして、最後まで生き残る人物を考えた際に、逃げ延びてガリゾーさんを占いました。以上。え、占い新ロールを言ったんで、麦茶さんでしたっけ？あれ？僕かな、まあ。うん、まあ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 、ガリゾーさんも提唱してませんでしたっけ。ガリゾーさんも提唱して、麦茶さんも提唱して、で、僕は麦茶さんの白が見えてるからガリゾーさん占ったんですけど、まあちょっとその辺は覚えてないけど、まあ一旦いいや、うん、まあ一旦いいや、うん、シュガタイムどう見えてる。ね、ラムリンさんがね結構怪しいと思ってたんだけど、小堺さんから、うんうん、ただラムリンさん白出るんだったらちょっと考え直さなきゃいけないなって言って、小坂井さん目線、小坂井さんがそのまま死んであればケンケンさんと銀さんになるのかな。僕もあるんじゃないかな多分。うん、いや、僕もさんはでもね、あ、じゃあ僕だったら麦茶さんっすね。あ、麦茶か。麦茶があると結構弾いてなかった小坂井さんって。まあラブリンの視点借りたらね感じかな。まあ麦茶は、うん、まあでも昨日の新郎の視点とかはあんま人狼っぽくはないなとはちょっと思ってたぐらい。いや、歌ネキ殴っちゃったけど、多分ね、あれ僕が間違ってるから、ごめんなさい。まあ結果的にね、ケンケンさんの投票内容は村っぽいかなって思ったから、ちょっと私も考え直してるところです。占いの審議がね、むずいなと思ってる。小坂井さん目線のね、三郎スケールがね、私は結構しっくりきてないところがあるだから、ケンケンさんってあんまり怪しくないかなって今日は思ってるところ。登場シーンも含めてね。はい、やった。まあ多分麦茶とか人になりそうだけどな。だから小坂井さん目線だと。そうで、なんかね、小坂井さん目線だったら新ローロあるかなと思ったけど、白本さんとミンクスターさんがあのタイミングで2人出てきた。そう、だからローロっぽくないなって思ったから、ちょっとね。新ローロあるんだったら、そう、小坂井さん格ローロになりそうだなって思ってんだよな。俺もそう。待って、これ僕からつる議論してる。いや、俺今日白本さん絶対。嘘。
どっちかというと。結構悩んでる。うん、白間さんの。結構悩んでる。小坂井さんの占い結果の方が欲しいかなって俺はちょっと思ってるけど。嘘だろ。え、ちなみに白間さん、どこが欲しい。俺麦茶かな。小坂井さん。うんうんうん、に見てほしいのはね。まあまあそれは正しいとは思ってる。白本さん視点だと、うん、どう白本さんの占い結果の方見たい？見たいでしょ。みんな目線どうなのか。見たくないの？むしろみんな。うなずくな。白本さん視点のちょっとサンロスケールもう一回聞いて。まあ僕視点はミンクスターさんが狼どっちで小坂井さんが狂人だと思ってるんですね、うん、まずそこが大前提としてあって僕はもうラムリンさんは分からない位置シュガタンさんのミンクスターさんに言った、うん、あれが唯一引っかかってる僕母さんの僕への突っかかりは分かんない銀さんは分かんない分かんないっす分かんないっす分かんないです。白しか引けてないんで、いやごめんなさい。昨日言われた、僕母さんの、まあ、言われた占い値の間違ってるっていうのなんですけど、まあ、僕母さん視点だったらそうなんですけど、僕視点と違うんで、まあ、仕方ないよねっていうので、僕はもう割り切ってるんで、あれなんですけど、だったら、まあ、僕母さんが人外でそれを僕に対して言ってきてるのか、村で僕に対してアドバイスとしてそれを言ってくださったのか分かんないんです。だから、ちょっと、精査がごちゃってます。はい、ごめん、俺占いにはもう全然触れる気なくて、ケンケンさん視点ちょっと聞きたいんですけど、ケンケンさん視点ってシュガタンをちょっと白評価したと思うんですけど、投票時、うん、はいはい、僕ってどう見えました？いや、そこは全然繋がってないですね。僕母さんは全然まだ分かんないなって、分かんない位置だなって思ってましたよ。あ、本当だってケンケンさんが言った、うん、投票時に言った発言僕が全部言ってるんです。いや、それは分かります。それは同じ気持ちでしたけど、まあ、白物に背を沿ってもう明らかに、ま、表に出てきてるものかなと思ってるから、それによって僕母さんが真っ白とは思ってないけど共感はしてましたよ。でもただ、ごめんなさい、狼否定にはならないなと思ってましたぐらい。あ、了解です。銀さんどう思ってます？今は、まあ昨日も言ったけど白物は偽かなって思ってるから、消去法でも小坂井さんが真かなと思うけど、でもワンチャンは麦茶さんみたいな進路路もなくはないんかなって、まあ、若干思っちゃうかな。ああ、白本さんとミンクスターさんがローローで出方をした可能性があるって思って、うん、もある可能性も全然あるかなって思って。ちょっと待ってもらっていいですか、うん、だとするなら初日僕って新境地で置かれてたはずだから5番視点って一番投票が先じゃね今日って。じゃあまだ決まってよね。いやいや、昨日言った感じで俺ミンクスターさん結構苦労があんのかなって、あの破綻の仕方って思ってるから、そうなった時に自分の発言もそうやねんけど、じゃあミンクスターさんが黒で白も小坂井が白の時に黒出たら止めますかって発言になるのかなって若干思うから、そうなった時に全然そこにもう一路がおってもおかしくはないかなと思っちゃうし。だとするなら5番視点って僕が言ってるように7番さんが怪しくなりませんか？7番さんがシガタンさんです。僕はこれ昨日から言ってる予想。投資に行ってるけど、俺は単体で言うと、俺は麦茶さんと僕母さんが気になってんのが1個あって、まあ決戦投票、俺の最初の決戦投票戻んねんけど、すごい両方9番投票してんねんけど、俺って唯一みんな白いって言って、宇多薙さんを殴ってんのね。それを見た中で、身に違う人間を残してまで9番釣りたい理由ってあったんかなって思っちゃったから、そこが聞きたいけど、まあ、時間なくなった。僕母さんを評価してたから、ヒガラさんに入れた。議論時間終了、議論時間終了でございます。投票に移ってください。投票に移ってください。どうぞ。あ、すいません。ちょっといいですか。番号呼びがちょっと多くなってくる場面多かったんで、まあ、なるべく名前呼びで、ズームなんでね、名前呼びでお願いします。あ、すいません。はい、すいません。みなさんありがとうございます。始めてまいりましょう。はい、じゃあ11番小坂井さんに投票します。で、まあ僕はあくまでミンクスターさんが狼、小坂井さん狂人だと思ってますが、小坂井さんを釣ります。明日占いたいです。多分、5番を占うと思ってます。と銀さんをね、と銀さんがもうさっきも言ったんですけど、ミンクスターさんに対してシュガタンさんが言った発言って、黒が見えたらストップする、そうやって色見えてるんじゃないんですかって言ったんですけど、ミンクスターさんが狼の時に占いをロラしてその発言をする時、まあミンクスターさん狼視点やったら白結果が出るわけでしょ、小坂井白もで。その時その発言っていう色付けになりますか？はい、以上。はい、小坂井投票します。白もちゃん投票します。
あのマジで発言熱動しかしない。僕をロラしないっていう決戦あの決め打ちぐらいの気持ちで投票してほしくて、あの結構発言の熱動は全部熱動、12番に座ってたあの偽占い師さんの方はもう結構偽要素あるんでマジで決め打ってほしいぐらい思ってる。まあ、僕もさんの色めちゃくちゃ気になってますね。あの正直全然あの指摘は狼としてもできると思ってるから、あのケンケンさんがめちゃ白かったと僕は思ってます。以上です。はい、じゃあ5番いっていいですか。まあ白門に投票はします。それしかもずっと白門は柴田さんに言ってるけど、じゃあなんで白門はずっとウィンクスターさん狼で追ってんやろ。12人がいて1人ぐらいの発言を誰かが忘れようが誰も覚えちゃいねえよ。若干小堺さんで、その二郎があるときは小堺さんもあるのかなって思うのが、唯一俺って、まあ、結構小堺さんにまで審査をしてるやん。占い師で噛まれ懸念があるやったらもうちょっと遺言も込めて言ってほしいって審査してるねんから、狂人に見えて残した可能性もあるかなって思ったから。投票を白本さんに入れます。僕はあれですね、小堺さん死んだったらおかげさんとかの色の方が見たいなって思っちゃいます。なんかぶっちゃけ占い色らした後、僕は大久保さんとか柴田さんつった時はまあ村陣営勝つんじゃないのかなってまあ思ってるんですよね。他からまあ要素取ってないんで、はい、まあ、そんな風に考えてるくらいです。理由が欲しかったらまた違う日に生きてたらいます。どうぞ。投票します。白間さんに投票します。うん、まあ俺は決め打ちまでは考えてるんで、もうなんか僕もさんも白間さんもめっちゃ偽だと思ってるから、だからまあ視点詰めていけばいいんじゃないかなとは正直思ってますね。まあラムリンさんにじゃあちょっと様子は知りたいですね。俺僕もさん結構人間かなって思ってるからですかね。うんって感じです。以上。はい、じゃあ、あ、どうぞ。あ、どうぞ。あ、じゃあ、僕からいきますね。投票、白本さんに入れます。あ、まあ、偽濃度高いとこから入れてます。ただ、俺、小堺さんもでローラーする気です。俺を黒いと思ったのは別に構わん。が、基地かもって出す必要全くねえ。と思ったから、マジで信用なくなった。すり切りでいい。以上。それはそう。マジ、僕がそれを一番懸念したか言わんかった。はい、しますね。決まってんのか。白本さんに入れようかな。ああ、新灯籠、小堺さん目線でもあるかもな、ワンちゃん。ミンクスターさんが初日黒出たらどうしますって言ったの。白本さんにほぼ固定票が集まるときに、白本さんで黒が出たときに止まる想定をしている新灯籠も別にあるなと思ったから、そこ消さないようにしようって思いました。今日考えて。ただ小堺さん視点でな、誰なんだろう、ケンケンシュガタンとかになるんだけど、銀さんが今日の発言であんまり新ローローだった時のラスロイじゃないと思ったから、この際はあんまりついてない。以上。はい、じゃあ投票します。白間さんに入れます。なんかどっちスケールでも三郎が結構組めなくて難しいなと思ってて、小堺さん目線って結構新ローローじゃないともう狼いなくないっていうぐらい、まあ、私の白位置と重ねての勝手な話なんですけど、だからね、だからなんかしっくりこないんだよなと思って、白目さんは三郎スキルが100入れなかったところがもうね、あの推理ができないので難しいんですけど、うん、わかんない、ボニッキーわかんないんやなと思ってるのと、ケンケンさんはただケンケンさん銀座が結構白いかなと思ってるから小堺さんが悩ましいっていう感じです。ケンケン白やろ、次回でじゃあガリ白や。あ、じゃあはい、白目さんに入れます。難しいっすね、マジ本当三郎の構成が全然わかんなくなってきたなって感じですけど、なんか小堺さん視点って全然日柄さんで落ちてて、なんなら日柄議員が両方狼だったとかも終えてくるのかなとかって思っちゃうんですけどね、あんま見えないのかな、普通にあるなって小堺さん死んだったらって思っちゃうけど、ないんでしょうか。まあちょっと明日以降で聞きますが、白本さんはまあ遺言聞きます。はい、がめっちゃ偽に思っちゃってます、ごめんなさい。そう、偽理由を言ってくれやんと僕は分かりませんが、あなたの白は見えてるんでどうでもいいでしょう。一旦は投票が出揃いました。本日追放されるのは白本さんです。遺言ございましたらどうぞ。はい、
三郎スケールずっと考えてたんですが、最終提出はミンクサーさん、銀さん、シュガタンさんです。ずっと考えてたんですが、銀さんがシュガタンさんのことを理解しないのは、あ、ここ二郎やからかというのを最終的に思い、たどり着きました。だからそもそも、まあ、僕は 何回も言ってるんですが、シュガタンさんがミンクスターさんに対して言ったことは理解してもらえないんですかと銀さんに言った時に、銀さん視点で理解しないのは、あ、二郎で変わってるからなんやなっていうのが最終結論です、今のところ。だから、まあ、僕視点はそこを釣り切っていただければいいんですが、まあ、実際色が見えてないんで、もしかしたら、銀さんとシュガタンさんが村の時は僕がさらに反感買う可能性があります。その時はちょっと頑張ってほしいなと思ってますが、銀さんは多分格好やと思います、僕は。はい、あの喋り方と喋り方っていう言い方は、あの決してけなしてるわけじゃなくて、あの僕の議論に、僕の言ってることに対するあの反論がマジで僕視点通りなさすぎるんで、はい、以上。平間さんを追放してもの恐ろしい夜がやってまいります。皆様ビデオのモニターとビデオオフマイクミュートでお待ちください。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。いやー、というわけで来ましたよ。いやー、疲れた。銀ちゃん黒を追って麦茶さん白が確定した状況で、いや、歌ねきとしがたん逃げ切れると思うけどな。ぶっちゃけぶっちゃけめちゃめちゃ逃げ切れると思ってる俺は。ここでだから小堺さんが歌ねきもしくはしがたんに白を出っちゃう、黒を出します。その状況下において、うーん、多分ね、大久保さんから強靭塗りされんちゃうってなった時に、俺が芯になってし銀ちゃんを釣って、銀ちゃん釣りから入って、じゃあだから小堺さん釣って銀ちゃん釣って、あともう一のは逃げ切れば勝ってって感じ。それでは人狼の方、人狼の方、起きてください。一人死んじまった。起きてください。では本日も作戦タイムのお時間です。では1分間です、どうぞ。これどうする、釣れるかな明日。釣れるかなって思ってはいますけど。ああ、じゃあ勝てそうだな。釣れるんだったら勝てそう。歌に聞くの見られない限り。歌に黒見られたら強靭、そろそろね、黒出ないとおかしいので、占い的に。まあ確かに、なんか飛ぶとしたら俺な気がするけど、けどなんかあんま飛ばなさそうな気がしてる。正直俺がシュガタンに対して黒塗りしたから、ただシュガタンには飛ば、歌に黒が飛ぶはず。そう、歌に黒が村の総評で白評価されてるのであれば、なんかボニキか麦茶か二択かなって思った。ボニキでも絶対占いローラーするって言ってたから、残、今日は残した方がいいと思ってるんだよね。銀さん噛んだら白本さんの店が上がっちゃうから、ケンケンさんとかラムリンさんとかは、ラムリンさんだと、まあ、多分ね、小坂井さんローラー厳しくなる気がする。まあ任せるよ、歌ねきに。誰でもいいな、うん、ケンケンさんって村で狼追われてますっけ。はい、そこまでです。はい、投票先の名前のみ。なんかケンケンさんでいいかな。ケンケンさんで、はい、けんけんさん襲撃ですね。けんけんさん襲撃は別に隠しじゃないけど、引き続き頑張ってください。なんとかなるはず。ビデオオフとマイクミュートお願いします。なんとかはいけるはずだぞ。小坂井さんがマジで歌抜き白黒を見てくれた時が一番楽やねんな。小坂井さんが歌抜き黒を見た瞬間に、多分全視点で小坂井さん偽濃度が上がるからね。白物小坂井狂人、ミンクサさん狼の精査が合ってたでしょっていう精査が落ちるはず、落ちるはず。新しい夜が明け、朝がやってきております。生存している方順番にお越し、お呼びします。
1番小堺さん、シラもプロ道具みたいに使い捨てられる、うん、2番西平長さんじゃない、マジで3番歌ねきらさん、そうそう番号呼びの方がいいねんけどな、4番ケンケンさん、どれが誰か分からんからさ、俺は番号呼びの方が慣れてるからあれやねんけど、5番銀さん、まあ仕方ね、で俺はうるせえっつって数字呼びを続けるわ、6番ラブリンさん7番シュガタンさん10番麦茶さん13番ボクボさん朝がやってくるとケンケンさんの無駄の死体が発見されました。ぶっちゃけボクボさん時間がボクボさん噛んでロラを遂行した完遂した方が早かったかなって思うけど、俺はボクボさん噛むことによって占いロラを止める発言になって5分かなスタートよし、はい、おはようございます。小堺さんミュートになってる。銀ちゃん白です。誰誰銀ちゃん5番銀ちゃん白です。銀さんが白黒見つけるな、聞きません、すいません、うん、ちなみに歌ねきらさんの視点を教えてほしい。なんか三郎組めない理由がわかる。なんかね、私は昨日のケンケンさん銀さんと、まあ、シュガタンも白いかなって思ってて、まあ、麦茶は昨日で妖精最中になったけどまだ割と私の中から白かったのでどこになるんやろって。マジ白圧迫すんの。いや、まあ、いや、まあまあ、いやどこになるんやろうって思ったんですよで銀ちゃん白ってうさんくさくね、それなんか三郎スケールが組めない小坂井さん目線の私の勝手な意見ですこれは。けど分からんでもない。うん、ちなみに僕が日がな、あ違うわ、日がなちゃんが黒で連れてるって、ね、話をしようって誰か言われたけど、それは、うん、それはあんまするべきじゃなくて、うん、だって正直、うん、最大ケアではあると思うから、最大ケアをして話さないと意味ないと思ってるから、うんうん、それはね、うん、まあ、小堺さん目線だとそう、それを言ってもらえて私が納得できたら、歌ねきしゅがたん麦茶ぼくぼさんに最大に、うん、新郎郎じゃない限り、そう新郎郷だったらここにいろってことだよね。うん、僕をつないでほしい。だから議論的には俺を一番、ちなみに僕さんにさ、僕があの狩人とか聞いたからって言って僕の信用を切ろうとしてるけど、僕が狼だったら言わないです。言わずに噛む、それは知らん。あ、そう、言わずに噛むもそうかもしれないけど、俺新占いでも言う必要全くないと思ってます。僕が狼かもしれないんだったら占えばいいと思ってるから。なんなら出てほしかった。狩りやったら。出てほしいと思った。ね、うん。狩りだったらね。うん。じゃあちょっと小堺さん的にじゃあ今日釣るべきとこあげてほしい。小堺さんが決め打ちって言ってる人もいたから。うん。うん、僕はね、まあ、普通に言ったら僕母さんなんだけど、歌ねさん、歌ねきらさんがスケールが分かんないって言ってるから、だから今日の今日時点の小堺さんの三郎スケールをもう一回教えてもらっていいですか？ それがない限り歌に今日釣れへんぞ。それが出てきて、ね、私が納得できるようになったら、でミンクスターさんでしょ？ミンクスターさん、ボクボさんって僕はラインがあると思ってんだよ。うん、全然狼同士でも殴れると思ってるから。でもあと一郎がね。てか麦茶が一番気にならないのかな。いやいや気になってるよ、気になってるけど、うん、僕はラブリンの視点を借りたら歌で切らず麦茶が白だって言ってるから、まあ、そこ信じてみた。でかつそれで占ってるのもある。ラブリン教授だって新郎やってたら知らん。ごめんって感じ。は？まあまあ歌に切って。だってラブリン教授で新郎やってたらおかしいやろ。小坂さん視点果たしたくね。うんだけどな。うん。だから筆頭は僕がさん。ごめん。だから悩むんだよね、小堺さんのシーンをちょっと悩ましい。占いシーン誰やったんやろっていうとむずい。むずい。で、ちなみに、マジで、あんな偽だったのに、あの2人。いや、歌ねきしゅがたん、ボクボさんがミンクスターさんを一番最初に結構偽だって言って、投票も入れてるから、ヒット麦茶になんないのかなってめっちゃ思うんですよね、小堺さん目線だと。まあまあまあね。ちなみに一応訂正してくれ、うん、僕はミンクスターさんには入れてないよ、投票。いや、そうそう、僕もさん、僕もさんってずっと白本さん投票。そう、あ、そうなんだ。一番偽濃度低いから。なるほど。めちゃくちゃラインはあるんだよ。ああ、そうなんだ。
で、かつミックスターさん視点で俺を白置きしてるから、ね、だからラインがあるって言われるのは別に悪くない。うん、悪くはない。ああ、そうなんだ。うん、だそこ自体は悪く、全く悪くない。まあ、言論では追い詰めてたって感じか。そう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 。うん、あのじゃあ、まあ、小坂井さんするんだったら、もうそこまで小坂井さん詰めなくてもいいんじゃないですか。グレーの話をすれば。いや、別になんか、あ、どうぞ。僕のスケジュール出しますね。うん、ミンクスターさんが死んだった場合は、小坂井、シラモ、ローロー、銀さん、ラスロー。小坂井さんが死んだった場合は、シラモ、ミンクスター、ローロー、シュガタン、ラスロー。僕視点はね。まあ、それも、まあ、ね、うん。ボクボさんは僕は白で弾いてる軸。あ、そうなん、うん。シュガタンにはなっちゃう、小坂井さん、新視点は。ああ、まあ、だから小坂井さん視点で、ね、なんかシュガタン、麦茶、もしくは、日がなさんの名前が出ないのが結構違和感なんだよね、私は。日がなさんは分かんない。まあ、大神あると思ってる、普通にあったかなと思ってるけど、そこら辺にどこかいるっていうのが出ないんかなっていうのが結構なんか、ね、しっくりこない理由ではある。じゃあ、太鼓シュガタンさんあげます。なんで？そうなんだ。うん、分かんない。あ、ごめん、ちょっと待って、投票する。はい、あ、あれ、終わった？終わってない。マジで言ってんだ。あ、俺、小坂井さん決め打ってもいいかなぐらいな昨日発言しといて、対抗俺になるんですか？考え直しません。じゃあ、あ、ごめんね、わかんない。いや、ね、それで俺になるんだったらもう小坂井さんいるよ。麦茶さんがね。うん、なんで麦茶とか牧母さんに向かないのか。いやいや、だから僕は最初から牧母さんって言ってるけど。いや、俺になるんだったらもう入れますけど、まあまあまあ、いや、別に小坂井さん、僕もさんあげても全然、うん、全然いいですよ。あ、いいんだったら、じゃあ全然いいですよ。考えます。全然いいですあげます。僕もさんあげます。全然いいです、はい、ただ銀さんのじゃあ意見聞いてもいいですか今。うん、全俺はまあとりあえず小坂井さんを釣ろうかな。結構麦茶さんが白いかな。どれも結構その新ローローあるって思ってる人やから、意見が近いから麦茶さんは弾いてるかな。麦茶さんが白いと思ってるからシュガタンさんって言った。議論時間終了、議論時間終了でございます。でも麦茶さんが白いって言ったらあくまでラムリンの考察を聞いてやろ。あなたの考察じゃないでしょうよ。はい、ここからいきますね。はい、小坂さんに投票します。いや、釣りたくに僕が上がるのは全然いいです。ただ、最後、僕はね、もともと小坂井さん死んで見てたからこそ、白茂さん、ミンクスターさんを初手から詰めてたのは僕です。だから小坂井さん目線で僕にすり寄らなきゃいけないんじゃない？死んでも偽でも。だから、ちょっとその視点がよくわかんなかった。あと、触れ方もよくわかんなかった。騎士かも狼かも言う必要が全くない。狼だと思うなら占えばいい。騎士だと思うなら言わなきゃいい。以上。だ俺は言わんかったやん。そこまでケアしたのに俺はチンチ切られんのか。どうしてだよ。僕は。小坂井さんに入れます。私ミンクスターさんのことを結構強人だと思ってるんで、なんか占いは釣り系で狼は確実に落ちるだろうっていう考え。じゃあシラモが小坂井さん。新郎の考えはまああるのかなと思うけど、ちょっとまだ脳の処理が追いついてないからちょっと後で考えるけど、わかんないな。白い人がみんな生きてるのわかんない。ブニッキの白置きもちょっと教えてほしいっていう感じではあるし、ここまで来ると多分白置いてる人を考えないといけないので、新労働だった場合は余計考えないといけないので、はい。そろそろ。はい、いや僕一回少し。どうぞ。大久保さんに入れます。まあ、いや、僕はだからミンクスターさんの方がお金あると思ってる状況下で。白尾さんの占い師だけで白尾さんの絶対偽だって言ってる構図でなんか票を持ってったなって思ってるから、僕母さんの方がミンクスターさんとはつながりがあると思ってるっていうのが、まあ、やっぱり抜けきれないけど、いや結局棋士かもしれない懸念が抜けなかったからやっぱり占えなかったっていうのが正直なところです。はい、投票します。まあ僕母さんに投票しますね。じゃあ、いや、うん、俺ね考えたけどやっぱあ、ミックスターさん死んだのか、俺死んに見えないんだよな。だから俺なんか死んだったとしてなんかもう勝てない気がするから、だったらもう最初小坂井さん俺の偽を決めてるってことか。おい、シュガタン詰めます僕。まあこれで裏切るのか。ラスロー俺って言われてもいいっすもん。シュガそれで、はいっていう感じで。砂糖、うん、しますね。小坂井さんに投資します。白茂さんの偽は、
まあ、シラモさんはローかなって思ってて、ガリゾーさんに白を出して視点を詰めさせたくない人物なのかなって思ってる。強靭要素があんまりないから僕視点歌に白いから、あ、違う、誰だっけ、ケンケンさん白かったから、ケンケンさん白を出す必要が強靭でないかなって思った。わかんないな。ミンクスターさんの若干の白要素は、ボクボさんが、ヒガナさんに入れ、ヒガナさんに入れないのおかしいっていう殴りをしていたにもかかわらず、ここまで、ごめんなさい。はい、よいしょ。ごめん。明日言うわ。明日生きてる自信があるんですね。はい、5番銀、いきます。ごめん、小坂井さんにいる決定になっちゃうけど。うん、なんか、ワンちゃん、俺どうしても新ロールを拭いきれんし、そうなった時に、ラムリンさんが強靭やったら負けちゃうからごめんなさい。これはラム強かなって、あ、そっか、まあ、今の若干歌なきさんの、まあ、ラム強靭ロールやった場合絶対銀じゃない、あれはあったと思うから、なんか今になってちょっとまあわかんないってなるんかなって、そっちをもうちょい終えるんじゃないかなって思っちゃった。あんまり三郎が見えへんって言うんやったら、うん、だからわからんわからんって言って濁そうとしてるのかなっても思っちゃった。いや、麦茶さんいいね、視点が素晴らしい。はい、投票ちょっと厄介やね。小坂井さんに入れます。新郎だったわけか、シュガタさんと麦茶さんが強靭値だと思うんですよね。シュガタさんは別にラスローとかじゃなくて強靭で小坂井さんを決め打つとか言ってそうだなと思ってるのと、うん、なんか麦茶さんは一生新郎の視点を持ってはるんで、まあ、強靭だったらあり得るのかなくらい、まあ、ただ別に普通に小坂井さんが新郎だったら別にシュガタさんか僕もさんあたりが僕は狼なのかなと思ってるんで、はい、まあ、それでやっていこうかなと思ってるくらいですね。はい、なんかどうせ小坂井さん詰めるんだったらグレーの話すればいいのにって僕は思っちゃいました。まあそりゃそう。投票の結果、本日追放されるのは小坂井さんです。遺言ございましたらどうぞ。はい、正直あんだけ偽だったね、人外2人つって申し訳ないなと思う。僕がつられるいいな、てめえの方が人外だ。最終的にマジでわからんから、騎士がいるんだったらラムリンを守ってほしくて、多分一番ちゃんと推理してる。銀ちゃんは間違っちゃ、あの、ちょっと間違ってると思うから、わかんない。いやー、ごめん。ちょっと本当に白しか引けなくて、わかんないんだよね。なんか彼が強靭だ！てか僕視点から正直新郎なんてあんま見えないよね。ミックスターが狼だ！だから、小坂井が強靭だ！合わなかったですね、村と。頼むから！新郎は僕の神は誰か追ってくれ、はい、頑張ってください。僕に救いを。間違ってると思う。シラモ狼の新郎新郷郎が思えないから、村がこなしてめっちゃ確かに高井さんを追放してもらう。恐ろしい夜はやってまいります。皆様お休みください。コメント全然見てなかった。すまん、めっちゃ来 てくれてたね、ごめんなさいね。シュガタンクロー天空だったんやから、白崎考えろ。いや別にシュガタンクローってよかったと思うねんな俺。シュガタン黒打ちして俺が狼っていう麦茶の視点が残るのであれば、今の段階やけどね、あくまでってなるのであれば、これシュガタン逃げ切り位置になるんちゃうか、ワンちゃんってやったら小坂井さんが裏根も外れるやろ。歌抜き黒を打った場合俺が強靭になって、小坂井さんそうなったら死になるのかってなった時めんどくさいか。いやでもそうなった時にミンクスターさんの死になって、ウタネキがダブル黒になった時ってウタネキ逆に2キキリジやで、これはウタネキ次第やな。ゴガミが安牌、まあゴガミが安牌やろね多分。5番が俺あんま誰か覚えてんけど、5番だ、あれ銀ちゃんね。いやでも銀ちは正直ラスロー位置に置いときたいよ、ね、人道の方生存している人道の方起きてください。では本日も作戦タイムでございます。俺今日ドライビートで暗いねんけど。スタート。俺あと1年はどこに使う？紙ってさ難しいな。どこがいいと思う？俺的に銀さんあたり邪魔そうだなって思ってるけど、どう、銀ラムリンボニッキで悩んでる感じかな。ボニッキ騎士懸念ぐらい、スローとしてあそこから騎士出たらちょっと辛いんだっていうところあるけど、まあ、基本はラムリンさんか銀さん。ラムリン銀だったら銀さん噛んだ方楽かなってちょっと思ってるんだけど、僕もさんに縄使えそうだから、まあ、銀さん強靭絶対ないのはない。あ、てか強靭連れてるわ。強靭ない。連れてるわ。強靭いません。銀さんでいいかな。うん、で、ボニキ消ししようなくて、ボニキ連れたら助かるなって感じやし、まあワンチャンこっち二人どっか連れるかなと思ってるけど、どっちかは生き残れるかなって思ってる。ああ、それはわかるかも。
多分違う進行取ってるから。そうそう。進路路ラスロー考察をしてるから。銀さんにしますか。うん、ラムリンさん行ったら歌ネキあたり結構して向きそうだよね。僕も2期守られそうな気がする。まあ、どっち行っても多分私は向きますね。はい。そこまでです。ごえす。刺激先教えてください。銀さんでお願いします。はい、5番の銀さんでかしこまりました。ダビデン弟子、お願いいたします。ぶっちゃけ。ミュートも忘れず。銀地を神か。麦茶さんを黒で塗るかどうかやな。麦茶さんが牧母さんの票を買ってるからってやったら、牧母さんを釣るときって麦茶が絶対来るぞ。そこが一番懸念点やぞ。強者シロバです。違います。騎士っぽいのは6やけど今日警戒されてる。そうやねんな、騎士っぽいのは6やねんな。シラマお荷物やかましい。すごいボコボコボコ言われてるな俺。コメント欄で俺想像以上にボコられてた。相方、あ、ごめん、稲子さんごめんなさい。歌ねきらさんとシュガタンさんが相方です。お願いします。どうしようか、芯切られそうやから。やし、好きに暴れた方が良さげ。まあ、そりゃそう。そりゃそうです。間違ったこと言ってんやよ、ピーパンも。いや、髪抜けてんのはでもでかいよね、結構。あ、ドロシーさん、ミュートなってます。多分、ありがとうございます。3番、恐ろしい夜が明け、朝が近づいてまいりました。順番に起こしてまいります。3番歌ねきらさん、5番銀さん、6番ラムリンさん、ラムコえて銀ちを噛めるかどうかな。7番白炭さん、だラムリンは、10番麦茶さん、麦茶が邪魔やねんけど個人的に。13番ボクボさん、恐ろしい夜が明け朝になると昨晩の犠牲者はいらっしゃいませんでした。で、議論時間が5分間ございます。どうぞ。ここで事情もありがとうございます。これ騎士出た方がいい。いや、それは出た方がいい。強いね、来た方がいい。絶対名は増えないからもうこれ以上、うん、ターン的に誰騎士。あ、僕です。うわー、ラムコ騎士か。誰グッジョブですか。え、銀さんグッジョブです。銀さんグッジョブ強。おお、すごい。銀さんグッジョブか。小坂井さん視点、小坂井さん視点でもう新老老がないって言い切ったから、小坂井さん新視点の時に新老老もういません。うん、そうなった時に僕は白茂さんが狼だと思ってるから、小坂井さん新視点ね、白茂さんが狼だと思ってるから、霊結果見えない状態で白茂さんを殴り続ける必要が牧母さんがないかなと思ってるから、歌に奇襲かたんかなって思ってる。小坂井さん死んだったらで、俺が小坂井さん残した進行するってこと、その場合。うん、いや麦茶が小坂井さん死んだ場合はでかいな。白茂さんが、え、でもミンクスターさんってさ、兵長白出してるわけじゃん。あれが俺強人に見えてない。あ、狂人じゃねえ。あ、狂人に見えてないんだけど。ここはどう手でも言えるから、あんまり。お、一個、その、シガタンさん質問ねんけど、これ、まあ、シラモにも言われたことやねんけど、まあ、正直、シガタンさんのその発言俺は別に納得はしてないよね。シラモに理解してるどうこうって言われたけど、納得はしてないっていうのも、じゃそのミンクスターさんが、その、狼で、シラモ、小坂井に、両方白白、新、狂やったときに、あの発言って俺、あんま出やん。とは思ってんのね。クライト止めますかとかって。で、吉川さんはそれを追ってるってことやんね。え、あの、どこの誰のどこの発言のことを言ってる。吉川さん自身がそれだから、白茂さんに突っ込まれたじゃないですか。そのミンクスターさんが狼やった時に、そう、うん、はい、その時に色が見えてる、つまりイコールが狼で残りが白白っていう。そうそうそう。え、だからミンクスターさんが狼で白茂さん巨人で、小坂井さん新の推定やね。それが俺正直あんま納得してないのはあるんよね。あれだわ、
なんかそのまんまじゃないですか、でも。だからそれは、うん、だって、狼やった時に両方白が出るって分かってんのやったら、わざわざ黒出たら止めますかって、しかも結構シラモが釣られるそうな段階で、うんうん、それ言う必要性あんのかなと思っちゃう。それが色見えてる視点だったら、あの人狼以外ありえないから、別に俺はそういう推理になっただけですけど。うん、だからそれはだから、俺がそのミンクスターさん、狼で、まあでもうん、で、両どっちかに狼がいるから、その発言が出たんかなっていうのがあるから、俺が進路路あるかなって思ってる一つなんよ。じゃあ、前田銀ちゃん。でもそれは全くないって。進路路は別に追ってもらってもいいけど、俺はミンクスターさんも白間さんも真に見えてないからっていう。ミンクスターさん、ちょっと落ち着いてもらって、また喋りたいと思うんで。ミンクスターさん、真でもシュガタンが出すろうかなと思ってる。だから結論、シュガタンが隠ろうかな、僕視点は。白間さん、偽で決めてるから。ミンクスターさん芯でも俺が隠る。まあミンクスターさん芯だったら俺は上がってくるけど、うん、なんで小坂井さん芯だった場合俺が黒になるかがわからない。ボクボさんが白いと思ってるから一番。うん。ボクボさんが白いと思ってる。ボクボさんが白いと思ってて、うん、小坂井さん視点でもう進路路を追えないっていう発言出したから、うんうんうん、もう追わなくていいかなと思って。うんうんうん、あ、一応ラムリンさん喋りたいって言ってたやつ何かあります？うん、え？あ、言ってない？言ってました。いや、他が喋りたいと思うんで言っていただけです。あ、他が喋りたいです。ごめん、ごめん。僕は参加身が丸かったか。麦茶の表、歌ネキ種型麦茶銀って言うんですけど、うん、もうラムリン銀の二郎は追わないですね、うん、絶対追わないです、ね、いや、てかもうぐっちょく出てるからないよ、まあ、一応神田としてはあるけど、そう、出ない。神田選択できて、かつ小坂井さんから2人に白が出てる3品。追わない、追わない。だからそれを追わないんだったら、うん、もういいです。歌ネキ種型で種型ついています、うん、追わないです。はい、なんでそうなるの？わかんないけど、うん、ガタンさんして、じゃあどこ釣りたいんですか？え、俺麦茶ボクボかな。麦茶はもう絶対釣りたいから。歌ネキ弾ける理由は結局、いや、歌ネキは弾けないけど、弾けないっていうか、ボクボさん、あのミンクスターさん人狼軸だった場合はボクボさんの方があるっていう感じ。まあ、麦茶の方が格好だと思ってるから、麦茶今日釣って、歌ネキボクボはあの最終セッサーでいいと思う。うん、シラモさん強人だと思ってる。うん、うん、変わらない。そうなんだ、うん、僕シラモさんの人狼要素があんま分かってないし、白間さん強人でガリゾーに白を打つ理由の方がないかなって思った、うん、他ね。それはでもあれ、なんて、マジ、それは諸説ある。時間終了、ボクボさんがジョーカーすぎるな。ございます。投票に移ってください。投票に移ってください。ただシガタンが飛ぶ今日は。はい、投票します。じゃあ麦茶に投票して、まあ結論変わらないですね、僕は。っていうのと、まあなんかガリゾーに白打たないかなって言うけども、なんだろうな、まあ別に白間さんがどう思ったのかわからないけども、初日の占い結果から人狼、そっちの方が人狼ないんじゃないって思っちゃうし、うん、まあそうだな、なんか俺はミンクスターさんあんまり芯追ってない人で、小坂井さんを芯だった時に俺が人狼になるのは絶対におかしい。だって俺小坂井さん残して芯決めちゃうから。そこまで、以上、そこまで。はい、投与します。シュガタンに投与します。まあなんか小坂井さん死んで残す必要ないというけど、まあシュガ、まあ、僕は白間さん狼、偽で狼だと思ってるから、シュガタンってミンクスターさんを明確に釣りに行った人物だから、まあなんかそこはどうなんだろうなと思ってるかな。白間さんを残したいがために票を固めたかったのかなって、決定票を打つ理由が僕はあんまり分かんなかったから、ラムリンさんの評価なしに。っていうところが若干違和感だったのと、ボクボさんを一番白評価してるかな。初日の、占い師から行くんだったら僕が、最初に発言して結果、なんかスケール残してほしいとか、そういう発言もそろスターさんへの詰め方から。以上、そこまで。はい、投票しますね。投票シュガタンに入れます。結論も麦茶白、俺してはね、結論麦茶白きして歌ネキシュガタンで追うしかないかな。だよな。ただラムリン参議院さんに一応言っとく、麦茶ボクボで二郎で残ってる場合って、このあの2日目3日目あたりからの、そうなんよ、すごい強いライン切りをし、あ、ラインつなぎながら俺があんなに強い意見をわざわざ言いまくって、そうなんよって思っちゃう。ボクボ噛みたかった。俺がオローだった場合ね、目立ちすぎでしょって思う。はい、客観視した時って思ってほしいでしょ。そろそろ歌に聞か、麦茶投票するしかない。投票します。麦茶には投票しますが、
シュガタンとボニキって同じぐらい白本さんから殴られてる人物だと思うから、ボニキだけめっちゃ白いっていうのはちょっと不自然やなと思ったところが、結構私目線は麦茶が角路になるから麦茶から投票します。そうだね、僕王さんは多分議論強いから、麦茶とシュガタンのバトルにさせて、そういう流れになると思います。歌ねきらシュガタン麦茶僕母のどっちがあるかっていう流れになるのは妥当だと思うけど、なんかまあ理不尽かなとは思います。シュガタンあと頑張ってくれ、はい、投票じゃあシュガタンさんに入れて、まあ、並べるかどうか任せますが、銀千代に並べてシュガタンさん僕母さんだったら別に悩むんですけど、僕は麦茶さんはあまり人狼には見えてないんですね。一応人狼の場合に麦茶氏狂人の僕母さん人狼までだったら別にあるかなと思うんで、なんか別に僕母麦茶は追わないですけど、まあ、一応それは存在するかなとは思ってるくらい。麦茶白が良くなかったか初日。あ、まあじゃああとまた話聞いて決めます。でラムリンの票が確定で10番、7に行くな。どうぞ。はい、あじゃあ、まあ、ごめん長くなっちゃうけど一旦じゃあ麦茶さんに入れる。ごめんちょっと長くなるけど、いや、まあ、シガタンさんは、まあ、あんまり発言でそんなに俺は正直どっちかって言ったらシガタンさんはあると思うけど、今日ここに限ってじゃあシガタンさんがもう彼に狼って時にわざわざうーん麦茶さんをあげんのかなとは思っちゃったりはした。正直そんな俺は昨日段階から麦茶さんは白いかなって言ってるし、あんまり対抗で麦茶さんあげんのかなってところがあるから一旦考えて。麦に悩んでくれ、頼むここでシガタンで終わらんかった場合は、はい、投票が出そろいまして本日のシガタンさん麦茶さんの決戦ゲームとなります。ニュート会長ありがとうございます。ご準備できた方からしゃべり出してください。どうぞ。シガタン高校の方がいい。はい、なんか歌ねきの発言が明確におかしいと思ってほしいかな。なんか僕母シュガタンが白本さんとつながらないから、でそれで麦茶角郎になるっていうスケールがどこから出てきたのか。僕はミンクスターさん新視点はシュガタンがラスローの可能、新ローローシュガタンラスローの可能性もあるっていうふうに言ってるから、今日はシュガタンを釣り寄すのは当たり前。うん、だからなんか歌ねきが僕が角郎になる視点がなんか結構おかしいなと思ってて、その視点で白本さんから切れてるシュガタン僕母だから麦茶角郎になるっていう白本さんのクロス系をしていないとおかしいなと思ってるから、結果歌ねきシュガタンシラモなのかなって現状は強く思ってます。はい、シラモさんの強人、シラモさんの強人否定要素はてかなんか別に兵長に初日白を打ったからって僕は強人否定要素にはならないと思っていて、シラモさんは人狼でなんか自視点が確定しないのが不自然で、それで釣られるって思われたくないからガリゾーさんに白を出したのかなって僕は結構思ってるから、そこで結構シラモさんのロー要素拾ったかな。はい、まあ、そろそろ白本さんはローだと思います。そろそろ以上どうぞ。はい、投票します。あ、投票じゃねえ、ある弁明しますね。まず歌ねきシュガタンがつながらない要素があって、まあミンクスターさん死んだった場合ってまず歌ねきじゃないですよねっていうのと、まあその場合俺は上がってくるかもしれないけれども、小堺さんが死んだった場合って俺小堺さんの新決め打ち進行をしてるんですよ。それでさすがに小堺さん死んだった場合シュガタン狼は絶対におかしいです。うん、それを押していけ。まあ白本さんの強人要素なんて、まあ言った通りミンクスターさんが強人っぽくないからっていう感じですね、っていう感じです。うん、だから俺って相方いないと思うんですよね。僕母さんからもう投票されてるし、麦茶にもこう矢印向けられてるし、歌ねきとシガタンがつながらない要素はさっき言った通り、だから麦茶落としてほしい。麦茶はつながりますよ僕母さんと、うん、はい以上。つなぎすぎっていうのがあんねんな。それでは、つなぎすぎっていうのがあるから、次に投票先を入力お願いいたします。せーので、合図いたしますので、つなぎすぎっていうのがあるから、5、6がどういう視点になるかどうかなんよね。兄さん大丈夫だったら声張っていただいて、実写の方は OK でしたら、あ、OK です。OK、お願いします。ありがとうございます。投票ならんかな、激アツ投票ならんかな。キラちゃんも大丈夫でしょうかね。はい、では一斉にお願いいたします。3、2、1どうぞ。お、投票や。投票です。もう一回いきますよ、2回同数になった場合は処刑者なしで夜時間をお迎えします。ご注意ください。歌ねきと銀が10番、もう一回いきます。僕母さんとラムリンが7投票、
まあ、7神やな、これは。銀さん大丈夫ですか？はい、いきますよ。あ、ちょっと線引っ張っときますね。いや、ここでどうなる。ラムリンの評価がそうなんよね。3、2、1、どうぞ。うわ、7飛んだ。シュガタン飛んだ、はい、決まりました。銀が裏切った。作業集めました。シュガタンさんが追放となります。ごめんよ、ございましたらお願いいたします。まあね、はい、まあ説得不足だったっすかね、申し訳ないです。麦茶残りだ、まあ、もう味方いないんですよ、ね、シュガタン黒打ちで逃げの方が良かったかな。進路だったらな、まあ終わってかもう多分負けだと思うんですけど、麦茶僕がボの二郎だと思ってるから。だからもうなんかあんま弁明っていうか、なんか言うつもりもないんですけど、まあ勝ち筋としては言ってた新老老だった場合、強靭感ある世界線、新老老だった場合でとてなんか勝てない気がするから、まあ実践負けですね。はい、説得できませんでした。ありがとうございました。お疲れ様です。シュガタンさんを追放して恐ろしい夜がやってまいります。皆様おやすみください。おやすみください。銀電がマイクミュートお願いいたします。銀電がしてこっからなんよな。やっぱ僕も三冠、いや僕も三冠だとき、僕も三冠でラムリン狩りで出てきたときに、いやー、きっとごめん、俺が悪いわ。いやー、これシュガタンの言うことも知ってシュガタン苦労すべきやったかなー。これ結果論やな、でも。シュガタン苦労打ったときに、俺が黒やったら黒はこいせんやろって思ったときに、銀声が発生したとき、でもそれでも歌的投票なんのか。ボクボさんと麦茶で、2枚組んだ時って僕も投票になるから、違う歌抜き投票になるから、僕も参加投票になるから、結論そっか、ジェシャーが負けると引いてた気がする。生存している人狼の方のみマイクのミュート解除、ビデオのオンをお願いいたします。歌抜き、私より泣いてる人いる。では、1分間作戦会議お願いします。会議っていうことも誰もいないんだ。いやこれはちょっと敵しかいないんであれなんですけど、正直まあ誰を噛んでもいいのはいいんですけど、新道路を追ってくれないんでしょこの村だって。新道路しか勝ち目がないんですけど、新道路以外に勝ち目って何かあるんかな。ないです。私は今何も新道路今日やったらないです。勝ち目はスワンがない。その時オオカミが二郎残ってる世界線、シュガタンとどっかのオオカミやな。ないな、まあ、でも新郎を追っていただくしかない、もしくはシュガタンと徳保さん、もしくは麦茶ローカローロー、麦茶が徳保さんの評価使用して歌で今日釣りに来てるっていう構図が多分一番うまいこといったな。今更の神梨銀さん、それな増えるワンちゃんとかないもんな。いや、きつ、苦しいな、苦しい。苦しいから、けど、とりあえず、銀さんでもラムリンさんでもいいや。安定は銀さんですけど。はい、それでは、襲撃先のみ、お決めください。ラムリンさんで。かしこまりました。ラムリンさん襲撃さんでもいいわ。りました。最後まで、頑張ってください。ラムラムシュガタン、シュガタン麦茶ローローが一番楽やな、こっからの世界は。応援の声が聞こえましたね。届いてるといいな。じゃあ、おやすみなさい。シュガタンと麦茶ローローの、シュガタン麦茶ローロー、僕もさんの評価集、せやな、歌的苦労投票が多分一番丸いと思う、こっからの勝ち筋は。七つ六神さんはそうそう。岸口も強い。七神は確かにそう。ラムリンが、七神は違う。俺がバグってた、俺の視点が。
恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。新郎ラスト7ローやったら、その順番に起こしてまいります。3番、歌ねきらさん。やったら狂人が生きてる世界になるから、やったらその時点で終わってるんよね。この時点で PP が発生するから。5番、銀さん。つまりそうなった時、狂人がヒガナちゃんになるんよ。もしくはグレで噛まれてるか。6番、ラブリンさん。10番、麦茶さん。13番、ボクボさん。恐ろしい夜が明け、朝になると、昨晩はラムリンさんが無駄な姿で発見されました。議論時間が4分です。ちょっと待ってくださいね。麦茶ってさ、俺の城だけやもんな、実質。スタートン。ございます。ございます。まあ、歌ねきついでお願いします。歌ねき釣られたら負けなんで、歌ねきが、村だった時の盤面のお知らせしますね。新郎楼だった場合か、神なし選択で議員さんが守られてないお人狼だった場合、それはワンテッドしか私が村だった時の、表示はできないので、その場合だけ考えてほしい。私に仲間がいないのは分かっているので、この場合のみんなの選択をもう一回考えてほしい。シュガタムギチャローロが一番役。ちなみに議員さんはないですね。俺やったら投票変えないですね。神なし、神なし選択新郎楼で、もう狼の組み合わせがね、私ね、ちょっとついてないんだよね、メドが。シュガムギロールは麦が牧坊さんの票回収。あ、まあ、か。ラムリンさんないんだったら、もう新郎を追ってもらうしか私はないです。だから銀、まあ、ラムリンさんがこれを落ちてることによって、新騎士でしたと。で、銀さんのところで、たまたま神無し選択をして、たまたま銀さんを護衛しててっていうことってことだよね。そう、そういうことしか言えない。ね、それも追ってほしい。これは多いよ。私簡単でめっちゃ私に怪しい要素があるのか教えてほしいけど、ないんだったらそれも追ってくれないと、私が釣られたら負けるので。あと一個言っておくと、新郎楼だった場合で麦茶狂人、僕が狼だった場合は、占いを釣り切る意味がないので、僕が狼はね、今日ピピない事態で多分私はもうないと思ってますけど、あるんだったら言っててくださいね。僕が閣僚になったスケールが変だったかな、昨日の投票時の。新郎を追わないっていう村の信仰だったと思っていて、新郎を追わない場合は、私目線は自分が村なのが分かってるから、麦茶が狼になるのは普通だと思います。違う？そうなの。で、昨日の視点で議員さんが、議員さんが守られてて騎士で、新郎じゃない場合って二郎残ってますよね。うん、思ってますよね。だから私目線は麦茶ボクボ、だって麦茶シュガタンが喧嘩してるんだから、そこのローは見ないから、麦茶ボクボで、ほぼ麦茶が書くで、まあ、モニキとシュガタンはシラモさんに殴られてる人で、シラモさんがこの場合だと狼、私目線はね、ミンクスターさんがかなり強靭だと思っているから、そこに叩かれたから、白本さんが狼に結果論になるんですね。それだと、で、そこに結構叩かれたボニキとシュガタンの際はつけづらかったっていう感じ。まず僕とシュガタンが争ってて、二郎生存盤面、歌ねき視点だったら、ボクボさん閣僚じゃない、と思うけど。確かに。でも昨日の票、投票的にランダムだったら、残ってないので、私目線はその会話は、その時間の無駄だから嫌だなって感じ。そう、基本的に今日は歌ねき麦茶の卓にしてください。銀さんに一応言っときますが、僕は俺、銀さんが狼の軸全く追わないです。超レアキだと思ってます。ただ、俺、麦茶は一応もう、共感で白を置いちゃってるってだけなので、逆に歌ねきには。そう、だから、歌ねきから麦茶のそのロー要素をもうちょっとだけ上げてほしいです。僕のローも追わないでください。盤面上ありえないです。占い釣り切って相方2人いる中で。俺が1個だけ麦茶さんに聞きたいんやけど、うん、いいですよ。小堺さんを死んでおくならもうロロ、新ロロ追わへんって言ったからもう追わないですって結論になったじゃないですか、うん、なりました。それはじゃあもう結論、小堺さん死んでおっ、いや、昨日の時点で僕これシュガタンに狙いを定めた理由もあるんですけど、うん、インクスターさん死んの場合でも銀さんでグッジョブが起こったことから銀さんで隠しろなんですよ、うん、インクスター死んやったら別にラブリンさんに偽を追ってないからね、歌に城じゃね、だからシュガタンになるんですよね、ラスローが。ミンクスターさんから歌ねきの白が出てるから、僕、ボクボさん初日から白評価してるから。それは、あれですか、新郎を追ったとしても、うん、新郎を追ったとしても。だから、昨日僕はシュガタンに向けて、シュガタンは狼、ラスローでも、歌ねきとの二郎でも僕にしか
票を向けられない。まあまあ、それは分かるけど。わかるけど。絶対に仕事に入るから。はい。うん。それが銀さんの疑問解消できたらと思ってます。あかん、俺、クロストック、口悪くなりそう。めっちゃ口悪くなる、俺。初日に読んだっつって最終日読んだっつのか。入団した。議論時間終了。議論時間終了でございます。投票に移ってください。はい、豊島歌ねきに投票します。まあそうよね。まあ、歌ねきの昨日の僕への投票理由が、まあシュガタンを白で思ってて、僕とシュガタンのサイズ付けが明確にできていたならわかるんだけど、歌ねきって前日の時点で麦茶シュガタンのサイズ付けをしていた記憶は僕はないし。まあ、なんか僕が格郎ってシュガタンと僕で対抗し、まあまあここはさっき言ったからいいか、うんって感じかな、うん、はいぐらいかな。はい、以上です。お次どうぞ。はい、10番の麦茶さんには投票するんですが、もうそこだけで叩かれるのはめっちゃ不服やなと思って、私はね、麦茶シュガタンじゃなくてシュガタン僕母で見てて、そのそこのって喧嘩は後付けだったので、私は麦茶すれば間違いない。てか、その2択になってるから、ボニキの名前はとか投票とか挙げられないっていうのは1個あります。うんうん、あとは、もう、しらんぼさんが初日麦茶白出してることぐらいしかもなんか特にないんですけど、そもそも疑ってなかったからちょっと厳しいんですが、新郎郎の考えでもう一回追ってほしい。ごめん、占い師の精査、マジでできなくてごめんなさいって感じです。投票します。いや、ないよな。いや、投票をタネキに入れますんで、銀さんが僕の意見とか麦茶さんの意見に納得できなかったら麦茶くんに入れてもう一回話聞きましょう。で、僕から言えるのはやっぱ麦茶さんのやっぱ共感資料を取っており、かつ、ラムリンさんの意見を借りるんですが、麦茶さんが短老に見えません、まあ狼に見えませんというところはあると思ってます。で、かつウタネキが逆に白要素がないっていうのもある。だからどっちって比べたときにどうしてもやっぱ俺はどうしても打たなきゃになっちゃう。じゃあ、で、僕子さんはそもそもシラモ、どうぞ、ミンクスターさん、ごめん、一個だけじゃ打たなきさんに聞きたいのがあるから、一旦じゃあ麦茶さんにごめんなさい、ちょっと長くなっちゃって、聞きたいのが、ひがなちゃんで落ちてるはもう全くないってこと、それがあんまないんかなと思っちゃった。最後も最終的にはもう新郎を追ってくださいやったけど、ないやろ、うん、かな。そこはもう全く、ひがなちゃんで落ちてる場合ってそれ麦茶各村落としやから、そこだけ聞いて判断しようかなと。別に俺もその田崎さんがめちゃめちゃ黒いかって言われたら分からんから悩んでる。では3番田崎さん、田さん、10番麦茶さんの決選投票に移ります。マイクミュート解除、お二方お願いいたします。準備できた方から50秒ずつ出ていきます。はい、ひがなさんが落ちてる場合めっちゃあるなと思って、もう先に言ってよって思ってるんですけど、ひがなさんが落ちてる場合ってどの通りもあるから、それこそ誰でもあるからなって思うんですよね。めっちゃあります。じゃあ、ありがとうございます、教えてもらって。気づいてないだけです、私が。でもそうなった場合ってそれも踏まえてやってください。あとは、まあ、なんかそのボニキの白要素拾えてないっていうのは、私村で多分初日から結構一番白いって言われてた人だと思うから、ボニキが拾えてないだけなんで、村目線で誰が一番白いって言われたかっていうのを検討してほしいなと思ってる。私の方が麦茶より白いって世の中、この世の中で言われてたから、この世の中で言われてたなと思ってます。世論調査、あのね、戦う要素がね、なんかここだってないんだよね。世論入った、結果しなかったから最後終日まで、まあ、世論ピンク可愛いからね。麦茶の黒要素は私もない反面的に残りになってるっていうだけです。どうぞ。はい、ちょっと歌ねきを殴るのはやめます。ちょっとかわなんかな、はい、まあ、僕が日がなさんとの二郎だった場合は日がなさんに投票し続けてるから、僕通常票も決選投票も、通常票日がなさんに入れた理由は僕母さんの意見がめちゃくちゃ共感できたから、僕さそこで僕母さんの白も拾って、日がなさん暇やろな、僕母さんの、うん、まあ、僕母さんの視点借りて1時間ぐらいずっと待ってます。はい、っていうこと、まあ、あんまり歌ねきが、歌ねきが決戦で日がなさんに入れてることから、あんまり歌ねきひかなも二郎持ってなく、まあ、歌ねきシュガタンかなって思ってます。僕が、その場合僕って新郎郎でシュガタンとの郎ないですよね。だから新郎郎で僕がラストなんですけど、僕が一番最初に新郎郎っていう視点を出した自覚がある。僕が出していない状況で、僕が一番最初に新郎郎っていうのを出して、で僕は占いローラーをしようと思ってずっと占いに手をかけ続けている人物です。あれもないけど、はい、
大体2時間やな。どうせ初日に議論があるやから。はい。それでは、ディスコードの方にお二方、準備お願いいたします。まあ、僕をさんは、歌に行きに行くやろ。銀ちゃんも大丈夫ですかね。しようか。はい。では、最後の決戦投票でございます。いきますよ。3、2、1、どうぞ。うわ、歌に来とんだ。3-3や。本庄一で、ダネキラさんが追放となります。英語ございましたら、ダネキは悪くない。悪いのは白棒、はい。この世の中で一番白いと言われてたダネキラです。あなたピンクです。まあ、でもよく思えば、この数日間皆さんとこのね、4人で最初今過ごしてまいりましたが、まあ、銀さんとボニキには白いって言われてなかったから、あのローン通すのは難しかったなってすごく今反省してますが、でも2人だけなんですよ、私のこと白くないって言ったの。村、生きて死んでった村人を信じるべきやったなと思ってる、最後。なんかまあ喧嘩売らなかった麦茶はちょっと偉いなって思ってるけど、この村でこの服も一番白いのにね、ちょっと不服です。でも髪は赤く血の色に染まってるぞ。悲しむ表情を見るのを私は楽しみにしてます。銀さんの悲しむ表情が見れないのだけがすごく残念です。麦茶服脱いだ。戦闘モード入った。服だけに不服なダニキラーさんを追放して恐ろしい夜がやってまいりません。村人陣営の勝利でございます。僕はさ戻ってきてください。喜び方してるやん。ありがとう、ありがとう、やった。白くなってる人いる。なんか占いの中継知り教えてください。はい、とりあえずはちょっと分かってるとこからサクサクいきましょうか。じゃあ霊能者さん、霊能者さん、はい、伊勢長さん噛まれちゃいました。してナイスグッジョブ、カリードラムリンさんでございます。はい、言っちゃいましたが神なしではございません。グッジョブでございます。そして占い師誰でしたか。はい、小坂井さんが占い師でございました。そしてすいません、人狼3匹が、はい、僕です。白本さんです。はい、挙手しました。白本さんです。で巨人がミンクスターさん、はい、いい感じのタイミングで囲っておりました。お疲れ様でございました。ナイスファイト。さすがでした。GG でした。小坂さんすいません。いやいや、とんでもないです。はい、お時間